開会のご挨拶を申し上げます。環境副大臣の井上真嗣でございます。永田木座長をはじめとして委員の先生方には本日もお忙しいところご出席をいただきまして感謝を申し上げます。さて本日はまず一つ目の議題といたしまして、これまで議論を重ねていただいた被爆線量の評価についてまとめていただきたいと思います。本専門家会議として今回の原発事故による住民の被爆線量がどのくらいであったのか、客観的な評価をぜひお願いをいたします。この評価結果は今後今回の事故による健康影響を科学的に評価していくため、また効果的な健康管理施策を検討していくため基礎となる極めて重要なものとなります。また2つ目の議題としましては、前回と同様に有識者からのヒアリングを予定しております。国際放射線防護委員会の委員を務めるなど放射線防護についての第一人者である大分県立看護科学大学の甲斐道明先生、低線量被爆による健康影響についての第一人者である放射線影響研究所の小笹幸太郎先生の2名にもお越しをいただいております。感謝を申し上げます。3つ目の議題といたしまして、被爆と健康影響についてもご議論をいただきます。昨今漫画おいしんぼにより事故による被爆により疲労感や鼻血といった症状が福島県の多数の住民に現れているのではないかとのご議論が弱気をされ、国民の関心もますます高まっているところであります。他方昨日の福島県県民健康調査検討委員会では、原発事故時に18歳以下であった全県民を対象とした検査により甲状腺がんが確定した人が50人、がんの疑いとされた人が39人いることが確認をされました。この結果につきましては、これまでの科学的知見から現時点では原発事故による影響とは考えにくいと評価がなされております。重要なことは科学的知見に基づいた正確な知識情報を分かりやすく国民に伝えていくことと考えております。今後のスケジュールでございますが、以前からお伝えしております通り、今夏には本専門家会議としての取りまとめを示していただきたく、改めてご協力をお願いをいたします。最後になりますが、本日も活発なご議論を期待し、私の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは井上副大臣におかれましては、公務多忙により退席させていただきます。続きまして資料の確認をさせていただきたいと思います。お配りいたしました資料について順に確認させていただきますが、まず議事次第と座席表が1枚ずつございます。そして資料でございますけれども、まずメイン資料といたしまして、資料 1-1、1-2、1-3とございます。さらにメイン資料の 2-1、2-2、2-3ございます。そして資料3、1枚紙でございますけれどもございます。で続きまして、委員の提出資料といたしまして、専門家の提出資料として甲斐先生の資料と、あと小笹先生の資料とそれぞれ一つずつございます。また、参考資料といたしまして、参考資料の1、2、3、4、5、6と6種類参考資料がございます。以上でございますけれども、過不足等ありましたら事務局の方へ行っていただければというふうに思います。それではこれ特に なければ、はい、すいません、資料のご案内失礼いたしました。資料の2と書いておるものの中に2-1と2-2という形で分けてございまして、すいません資料 の作りが悪くて恐縮でございます。こちき素止めでいきますと、資料の2と資料の2-3という形でご用意させていただいております。申し訳ございません。資料の2のその2があるけどその1はない。
すいません、資料を、はい、資料の2のですね、すいません、体裁が悪くて恐縮でございます。1枚めくっていただいて、スライド番号の3枚目から資料の2の1が始まりまして、本当に申し訳ございません。12ページ目から資料の2の2という形でご用意させていただいております。大変恐縮でございます、すいません。それではこれより議事に入りますので、以降の進行については座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは第6回の専門家会議を始めさせていただきます。本当にまたお暑い中ありがとうございました。今日はここの議事に書いてありますように、まず被爆線量に関わる評価、これは今まで5回にわたって議論してきてまいりました線量に関する評価のまとめに近いものでございます。決して今日で終わりというわけではありません。もし問題があれば続けますが、もうまとめの方に入っていくということ、それとまあヒアリング、あるいは被爆とその健康影響でございます。ちょっと資料の集まりのまとめ方がの具合悪かったようでありますので、そのたびに必要なものを一応申し上げることにいたします。で、最初に議題の1でありますが、被爆線量に関わる評価についてということで、これに関しましては資料の1の1、それからその次に1の2と1の3がございます。で、一緒にこれの説明と一緒にその時にまたもう一度入れていただきますが、参考資料の1、2、まあ、3から4、5まででしたっけ、参考資料も一緒に最初に全部ご説明いただきまして、その後まとめのことを主に議論させていただくというのは、その後の参考資料は全てまとめに関わったものでありますので、最初にその資料を全部説明していただいて、それからまとめの文章を比較的そのワードバイワードで、慎重にご検討いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。それじゃあ事務局ご説明お願いいたします。それでは事務局より資料の方説明をさせていただきます。先ほど座長からご案内ございました通り、資料の1の1、1の2、1の3、参考資料の1、2および参考資料の3と4も使用して、簡単にご説明をさせていただきたいと存じます。で、資料の1の1でございます。タイトル、住民の被爆線量評価についてかっこまとめの骨子案という形でご用意をさせていただいております。これまで第5回までのご議論、前々回表で少しご提示をさせていただきましたけれども、そういったものも踏まえながらご議論いただいたものを文書にまとめ上げたものでございますので、気づきの点ご指摘を賜ればという形で考えてございます。まず1番、住民の被爆線量把握中ポツの評価についての基本的な考え方ということで、この専門家会議の中で基本的な考え方としてお示しをいただいたものをまとめてございます。一つはでございますが、事故によるこのまとめにおける住民の被爆線量把握評価については、事故による放射線の健康への影響が見込まれる集団の範囲、健康への影響が見込まれる年齢階級でございますとか、負傷疾病の対象範囲等を検討する上で基本とするというものでございまして、すべての住民の方々お一人お一人の被爆線量がどうであったかという形を網羅的に評価したものではないという前提があるというふうに思っております。また被爆線量の把握評価に当たりましては、被爆線量の実効線量等を実測したデータを、ベストドーズデータというふうに考えまして、環境モニタリング等のデータをネクストベータ
ベストデータ、大気拡散シミュレーション等に基づく、シミュレーションデータを、ヘルプフルデータとして、位置づけた上で、まあ、優先順位をつけて、まあ、検討を行っていただいたと承知してございます。主要なデータや情報についてはそれらの信頼性や、妥当性についても検討を行ったというところでございます。また被爆線量の、ご評価にあたりましては大きく、3つの、カテゴリーに分けてご議論いただいたと承知してございます。1つ目一番時間を割いていただいたと思いますが、事故初期の、甲状腺被爆に関して、ご議論いただいたと承知しております。その他外部被爆、でございますとか、内部被爆、それぞれの、被爆線量についてご議論いただいたと思っておりますし、そのそれぞれにつきましては、福島県内と、県外大きく分けますとその2つに分けてご議論いただいたと思っております。でまた被爆線量については代表値、だけではなくてやはりその線量分布でございますとか、あるいはそのとりわけ高い値がいくらぐらいであったかということもご議論いただいたかと思っております。でニパラ以降はそれぞれの事故による、にはですね、事故による、住民の被爆線量把握評価についてということで、括弧1から先ほど申し上げた3つに分けてそれぞれ、まとめてございます。1つ目は事故初期の、甲状腺被爆線量ということで、福島県内まず1つ目でございますが、最初の方の散歩通はご議論時間、相当割いていただきました小児甲状腺簡易測定調査についての概要という形でまとめてございます。一没目が対象者どういう考え方で始めたかということ、二番目が結果でございまして、1080人のデータの中で、全ての子どもで、スクリーニングレベルを下回っていたということ、中央値で0マイクロシーベルトパワーは 90% タイルで 0.2 マイクロシーベルトパワーは、最も高い子どもで0.1 マイクロシーベルトパワーであったという結果でございますが、次のパラにございます通りこの検査は簡易検査でございまして一定の不確実性が存在するということで、測定値が0ということは被曝が0ということではないということで、バックグラウンド値の変動に隠れてしまうため、およそ0から10ミリシーベルトの範囲の被曝線量に、まあ、該当するものであるという形で、承知をしてございます。おめくりいただいて2ページ目でございます。で、このトレンドにつきましては浪江町で、弘前大な常浪先生がご研究をいただいているシンチレーションスペクトロメーター、これもデータを示しをいたしましたが、この甲状腺の、線量の実測値ともほぼ、同レベルでございまして、であったということがございます。で、これら調査につきましては十分ご時間をお時間をいただきまして、専門家会議でも十分ご議論をいただきましたけれども、改めて、同調査で対象となった方々に関する限りということでございますが、スクリーニングレベルを超えるものはいなかったということはご確認をいただいたと承知をしてございます。で、次のボツでございますが、平成24年度に環境省において、その他の実測これ1080人のデータに加えまして、実測データやホールボディカウンターによるセシウムの測定値からの要素シム氏を仮定しての推計、放射線各種の空気中濃度データからの推計、大気拡散シミュレーションからの推計と組み合わせて、要素等の単半減期各種の吸入による事故初期の甲状腺内部被爆線量の推計を行ってございますが、全体これお示しを以前させていただきましたが 90% タイル値で最大30ミリシーベルト、これは1歳児の甲状腺線量としてお示ししたもので、以下に示した値は全て1歳児の推計値という形でお示しをさせていただいておりますが、そういう30ミリシーベルトの値であったというところで、主にご議論いただいたデータについてお示しをさせていただきました。これらデータを踏まえますと、東京電力福島第一原子力発電所に近くて、相対的に高濃度のプルームが流れたと推定され、小児甲状腺簡易測定調査を実施した地域であっても、小児甲状腺簡易測定調査の調査数と、当該地域に居住する小児の数ということを考えますと、90% タイル値で30ミリシーベルト、あるいは10ミリシーベルトといった値の推計精度というのは
相当高いというご評価をいただいたかと思います。事故後の行動に特別の仮定を置かない限り、50ミリシーベルトを超える方はいなかったのではないかというものでございます。またいわきや、旧警戒区域、飯舘村や川俣町以外の、旧計画的避難区域については実測データの補足割合当然、低くなるのでございますが、環境モニタリング等のデータや大気核戦シミュレーション等に基づくデータを加味させて、加味いただければ 90% 耐える値は10ミリシーベルトから30ミリシーベルトとなりまして、こちらに関しましても、特別な仮定を置かない限り、50ミリシーベルトを、超える住民は、いなかったというご議論がなされたと承知をしております。でまたその福島県内でそういった地域に隣接するところでも同様に、10ないし20ミリシーベルトで、すいません、この丸の次の2行目に括弧がございますが、この括弧閉じの方は不要でございますので取らせていただきます、すいません。考えられまして、50ミリシーベルトを超えるものが存在する可能性についても、先ほど申し上げたようないわき市あるいは旧警戒区域、旧計画的避難区域よりも低い値であろうと。で、当然そういった隣接するところからさらに遠くなる地域というところは実測値というところはない、限られているかきないというものでございますので、大気拡散シミュレーションによる水域に頼らざるを得ないというところあるとは存じますが、そういった地域で健康リスクをあくまで評価するところがこの専門会議の目的かと思いますので、そういったところで、線量が比較的高い地域でも、シミュレーションでございますので約9割が10ミリシーベルトの以下という値という推計をしているということを考えると、健康リスクを評価する値としての評価として、50ミリシーベルトを超えることはないというものでございます。で、これを示させたデータに基づきてお話をさせていただきましたが、この会議でも1回参加していただいて、アンスケアの健康影響評価報告書についてご議論を賜りましたが、その中で事故1年間の1歳児の甲状腺の吸収線量の推計値、避難指示がなされた地域で最大83ミリグレー、その他地域で52ミリグレーで、食事による内部被曝という形で数値が示されておりまして、これらの推計については一定の不確実性が存在すると。これは大気拡散シミュレーションモデルの不確実性による過大評価あるいは過小評価、逆にいきますと食品による内部被曝による推計の過大評価の可能性、についてあるいは小児甲状腺簡易検査やホールボディカウンター、これはこの場で丁寧にご議論いただいたものと比較したときに、値が大きかろうという形が影響評価報告書の中にも記載をされておりますので、そういったところの精緻化というところは今後の甲状腺の評価の上でまだ継続して必要な着目点かというふうに承知をしてございます。またこの報告書の中で1歳児の甲状腺線量と比べて小児や大人の甲状腺の推計結果は2分の1から4分の1でございますので、これすべて1歳で書かせていただいてますので、その他の方々の目安としてそういった数値があるというものでございます。で推計にあたりましては要素131以外も評価に加えさせていただいておりまして、これ実測で1割という値でございますが、1割あるいは近似値ではそれにより実行現場に、福島第一原子力発電所に近いところではより割合は高くなるという形で推計を行ったものでございます。また外部被曝に関しましてはこれはガンマ線のエネルギー量でございますとか、評価をいたしますと、およそ透過線量が実行線量に比較して 1.1 倍ということでございますので、基本調査を反映、結果を、踏まえますと 99% 以上は外部被曝による甲状腺透過線量は5ミリシーベルト以下であろうという形で、理解をしてございます。で福島県以外の地域でございますが、これは当然実測値というものはないかほぼないというような状況かと思いますが、当然小児甲状腺肝炎測定を実施した地域でございますとか、旧警戒区域やその他計画的避難区域と比べますと相対的に被曝線量が低くなるというところではないかと考えてございまして、要素による一切の甲状腺内部被曝
は、WSPD のシミュレーションで安全側に見込んだものでございましても、栃木県全体で5ミリシーベルト未満と、まあ、推計されているという結果がございます。で、これは あくまで、約10日弱でございますが、24時間屋外に居続けたと仮定した場合の推計値でございますので、屋内に滞在する尺幣効果と考慮すればより意識低い値になろうかというふうに存じ上げております。で、一つ議論になったところでまだ議論残っておるかというふうに承知をしてございますのが、要素が北西方向だけではなくて南方向にも流れたということでございまして、こちらにつきましては後ほど資料 1-2 でデータをお示しをいたしまして、皆様の、ご議論いただきまして改めて文字にしてご相談を差し上げたいというふうに存じ上げております。で、あとアンスケアの、報告書の中で記載しております、福島県外の、水系の甲状腺吸収線量、全体の値と内部被曝によるものの値を、簡単にお示しをしてございます。で、特に甲状腺の部分について丁寧なご議論ございましたので、丁寧にご説明をさせていただきましたが、以下の外部被曝と内部被曝でございます。福島県内につきましては県民健康管理調査、4月から県民健康調査でございますが、基本調査として外部被曝4ヶ月の推計を行われてございます。で、その結果は 99.8% が5ミリシーベルト未満であるというところでございまして、お見送りいただいて4ページ目でございます。で、そういった結果のほかについても、外部被曝線量を推計した調査研究ございますが、各種設定条件とかパラメータの相違を勘案すれば基本調査の結果と、ほぼ即したものではないかというご議論たまったかというふうに存じ上げております。また4ヶ月以外の、外部被曝線量といえば個人線量計による、外部被曝線量の測定結果でございますが、23年度で9市町村、24年度の17市町村の、結果を示しさせていただきましたので、そちらの数字記載してございます。で、航空機モニタリングによる、空中占領率の測定結果を経時的に評価をいたしますと、空間占領率は前減傾向でございますので、今後の住民の、外部被曝占領も前減傾向にはあろうかと思っておりますが、当然その個人占領計による、測定を継続しまして、実際の動向を確認すること、特に今後避難指示が解除され、帰還されるというフェーズもございますので、そういったところでは積極的な測定を勧奨して、測定結果に対するきめ細やかな説明等ということが今後も必要かというふうに考えてございます。で、またこういった外部被曝の、お一人お一人の値ということは、これは当然お一人お一人に、お返しをするということも重要でございますし、またその還元、そういった お一人お一人に最終的に還元されます放射線の被曝による健康リスクの評価というところでも重要でございますので、国内外の専門家による被曝線量評価やあるいは健康リスク評価に資するよう、個人情報にも十分配慮した上で、まあ、積極的な情報収集を行うことが、まあ、非常に必要であると思いますし、今後外部被曝線量を測定するにあたっても十分なインフォームドコンセントが必要かというふうに存じております。で、次のポツはアンスケアの報告書から引用させていただきました。福島県以外の地域についても同様でございまして、宮城県南部で事故、23年3月14日以降の推計でございますとか、栃木県での、推計結果について簡単に記載させていただいております。それらの結果を踏まえますと、事故後1年間の追加被曝線量は5ミリシーベルトを下回るものと推計してございます。最後のポツは、アンスケアの報告書でございます。で、また県外の5ページ目の上側でございますが、これもモニタリングの空間占領率考えますと前減傾向ということがございますので、当然今後も下がっていくというものでございますが、やはり汚染状況重点調査地域なんかでおきますと、モニタリングのデータが中心のデータになるということもございますので、これは一度実測をさせていただいて、どういった占領分布になるかということを本年度調査をさせていただきたいというふうに存じております。で、最後、内部被曝でございますが、これは福島県内と県外を、分ける、というところよりも、データはそれぞれ県内県外ございますが、合わせて、記載をさせていただいてございます。ホリューボディーカウンターによる内部被曝検査の結果、あるいは福島県内の、影前調査でございますとか、あるいはマーケットバスケット調査による、食材による、調査結果でございますと、0.01 年間の接種でも、予託実行
光線量で 0.01 ミリシーベルトとされていること、福島県以外でも同様の調査をされておりまして、内部被曝線量は1ミリシーベルト以下ということで、こういったあのデータが出ているということと、まあ、こういったデータ、当然あの外部被曝と同様、今後の健康リスクの評価にも資するものでございますので、こういったデータをやはり丁寧に今後も集めていくということは必要かと思いますので、今後についてもこれまでについてももう今後計画するにしても十分な説明同意ということで、そういった評価が必要かということが存じております。で、最後アナウンスケアでも同様に評価をしてございますので、そちらの数値について記載をしてございます。 1-2 以降具体的なデータについてお示しをさせていただきます。どうもありがとうございました。あとでここの部分が一番今日の議論の中心になるわけでありますけれども、まあ、これに関係した部分として続いてあのご説明していただきます。はい、では続きまして、事務局より資料の 1-2 と 1-3、またそれに関係する参考資料についてご説明させていただきたいと思います。まず資料の 1-2 をご覧になっていただきたいと思います。先ほどの資料の 1-1 を補足するような形で、いくつか3点ほどですね、事務局側で整理させていただきました。 1-2 の、1枚目にございますけれども、まず1点目は、福島県の南部もしくはより南もしくは茨城県の特に北部の甲状腺の被曝線量の推計についてでございます。これは前々回ちょっと課題として残されていたということで、事務局の方で資料を用意させていただきました。あと 1-2-2 は、県民健康管理調査の基本調査と、あと環境省の事業で評価した飯舘村の事業、具体的には京都大学の今中先生による調査でございますが、それについて改めてですね、データや報告書をいただきましたので、簡単に提示させていただきます。で、 1-2-3 は、母乳の測定データについての解釈ということで、放射線医学総合研究所赤石院に資料を提出していただきましたので、それについての説明をさせていただきたいというふうに思っております。順に 1-2-1 から説明させていただきたいと思います。1枚めくっていただきまして、横表でございますけれども、ページにしますと3ページでございます。茨城県 のデータ等についてはデータに限りがあるところもございますけれども、事務局の方で調べた集めた資料の一覧を簡単にまとめさせていただいているところでございます。出典というところにそれぞれの報告をした著者なりアンスケアの報告書を書いてございまして、その下に、甲状腺の被曝線量ということで、それぞれの報告書で記載されている報告されている線量を書いております。これは1歳児の線量、基本的には1歳児の線量を報告書の中から抜き出しております。4番目のもの以外は1歳児になっております。で、場所等に依存しますので、測定や推計を行った場所についてその下のに書いてございます。また被曝経路として吸入かどうかといった経路について書いております。で、その下にはその計算をした時の推計方法や、測定や推計方法、また条件、各種の計算した条件やパラメーターがございますけれども、簡単に左側の古田ほかから4番目のプリーストの文献までは、空気中の RI の濃度から、各種のパラメータを使って吸入の摂取量を推計しているということでございます。で、右側のアンスケアのデータ、これ茨城県の推計と参考としていわき市、福島県いわき市のデータを解析分析評価結果を載せてございますけれども、これについては吸入プラス外部の甲状腺線量と蛍光の線量をそれぞれ推計しているということでございまして、分けて数字が出ているところでございます。これが事務局の方で用意させていただいた資料でございます。で、それに参考
合わせてですね、参考資料の1をご覧になっていただきたいと思いますけれども、茨城県の甲状腺被ばく関係の参考資料ということで一覧にまとめさせていただいております。1ボツから7までですね、7ボツまで一覧に添えさせていただいておりまして、今までの会議ですでに出させていただいたものについては第何回目の何番の資料ということで添えさせていただいて、あと公開の許可がいただけなかった資料についてはホームページの書いてございます。公開されているものについては。でそれ以外に今回公開の資料許可をいただいたような資料についてここに添えさせていただいておりますけれども、参考資料の 1-1 で示させていただいたものは水道水における放射性物質対策の中間取りまとめというのが、厚生労働省の水道課の方でまとめたものがございまして、これを参考に添えさせていただいております。ちょっと詳細についてはここでは触れませんが、こういう資料があるということで添えさせていただきます。でページをめくっていただきまして49ページ、これが参考資料の 1-2 でございますけれども、当時 の食品、茨城県内の食品の規制の状況について簡単に事務局でまとめたものでございます。で51ページの資料 1-3 は、これは事故当初の3月の茨城県内の体表面のスクリーニング結果を提示させていただいております。あと次のページの53ページ参考資料の 1-4 はアンスケアの報告書の中から福島県、近隣県や福島、それ以外の県、他県の、被曝線量の推計の一覧表でございます。以上が、茨城県の被曝関係でございます。また、戻っていただきまして資料 1-2 でございます。それの2点目の基本調査の関係でございます。資料 1-2 の2枚めくっていただきまして資料 1-2 の2をご覧になっていただきたいと思います。5ページにすると5ページでございます。資料 1-2 の5ページでございます。基本調査とあと、環境省の事業の京都大学の今中先生を中心に調査していただいたものとの並べたものでございます。これも以前にですね一度提示させていただいて、でその後庭院から前々回だったと思いますけど基本調査を再集計したところ、屋外の滞在時間が平均 1. 点いくつかということを発言されておりましたけれども、今回福島医大からデータをいただきまして、中ほどにある屋外滞在時間 1.75 時間ということでしたので、それを加えさせていただいたところでございます。また前回の資料に比べて空間線量のマップが、県民健康管理健康調査では2キロメッシュで、今中先生らの調査では、各家屋ごとに線量を出しているというような違いを提示させていただいております。これに関連してその資料でございますけれども、参考資料の2をご覧になっていただきたいと思います。参考資料の2の1枚めくっていただいて 2-1 でございますが、これが3月に報告いただきました今中先生からの、線量評価の研究の報告書でございますので添えさせていただいております。また、ページをめくっていただいて参考資料の 2-2 というのがございますけれども、この資料が、県民健康調査の飯舘村 の回答者の、調査で、屋外の滞在時間が平均 1.75 時間ということについていただいたレポートでございます。これについても詳細は省略させていただきたいと思います。次のまた戻りまして資料の 1-2 に戻っていただければと思いますけれども、資料の 1-2 の7ページでございます。資料 1-2-3 になりますが、福島の事故後の母乳測定データの解析ということでございます。これは明石委員にご説明いただければというふうに思います。
法意見の証でございます。それではの資料に基づいてご説明させていただきます。これはあの初めにというところに書いてございますように、事故後の母乳の測定データが、まあ、あの存在して、これを厚労省が発表しています。で4月の24日から5月の31日に母乳の中の放射性物質 の測定をしておりまして、119の授乳婦の中から120サンプルがあのデータがあり、そのうち7人から放射性の要素131を検出しております。で2、3週間後に再測定しておりますが、もうこの時には出ていないということがあります。それからあの英文誌にも一つ論文が出ておりまして、それについても今回コンベートさせていただきますが、実はこれらについて線路評価は今までされていなかったということで、これらのデータを用いて線量評価させていただきました。で次 の, あ の, 図です、あの表ですが、母乳のデータ、これはあの岩木市、常陸大宮市、水戸、下妻、笠間、それから千葉と、まあ、皆あの南側にある部分のにある地域の母乳からの測定値で、あの要素131がここに書いてありますように、1回目の測定で検出をされておりますが、2回目では測定されておりません。でどうやって線量を評価したかということですが、次にあの ICRP のパブリケーション95でも採用されておりますあの放射性要素の母乳の移行モデルというのをあの使って、解析をいたしました。これはあの経口された放射性要素が胃腸から循環血液中に入り、それからあのお母さんの乳房に入り母乳に移行するという、こういうあの過程に基づいたあの計算法でございます。で次の図にあの経口摂取時の体内動態ということで、これはあの単位あたり例えば1ベクレルの放射性要素をあの食べた場合に、何日後にどこの臓器にどれぐらいの割合で移行するかということがあの示されたものでございます。で、まあ、あのこれに基づいてあのこれを ICRP の95もあのこれですが、これに基づいて計算いたしました。で次にあの授乳婦の線量、これはあの急性摂取ということで、まず3月15日にあの全て あの放射性要素をあの経口から摂取したという前提で計算をしております。で左側にあの図がございますが、これは母乳を1日に 800cc 飲んでいるということで計算しております。でその横にちょっと最終日というところでちょっとあの訂正していただきたいんですが、これは最終日4月25日頃1ベクレル摂取した場合と書いておりますが、これはあのちょっとあの書き方に誤りがありまして、これは最終日が4月の25日頃で、1ベクレル摂取したまあ約40日後にあの母乳の放射性濃度が 7.97×10⁻⁶ ベクレルパーリットルになるという、こういうあの計算からあの求めております。で線量を求める際に、公衆の成人の実効線量係数、それから公衆成人 の公衆成人と、それから、すいません、これ子どもとの間違いですね、一つ子どもで、それから、一つは公衆あのこれはすいません、公衆成人の実効線量と、それから公衆成人の甲状腺量の透過線量ということを、こういう数字を扱っております。それを使いますと、この下に書いてありますように測定者 A から G までで、実効線量でだいたい一番高い人で22ミリシーベルト、それからお母さんの甲状腺の透過線量で、これは急性吸入摂取と考え、あの吸入ではなくて摂取と考えますと432ミリシーベルトという、こういう計算値になります。で、まあ、あのこの計算値が本当に正しいかどうかということで、次 あの図に書いてありますように、これ他の計算コードと書いてありますのは、これは我々放射性学総合研究所が計算あの開発したモンダールというのを使って計算したものとの比較でございます。で赤で書いてあるのがあの他のコードで、いわゆるモンダールで計算したものですが、計算コードは変えても線量にはほとんど変わりないということでございます。でそれではあの実際に1回の急性の経口摂取だけで本当にいいのかということで、実は3つのシナリオを考えております。1つは先ほど紹介しました3月15日1回に経口から摂取したもの、それから真ん中に書いてございますのは、これは3月の15日に環境中に全て放出されたと考えて、それが物理学的半減期に従って、これは物理学的半減期だけを考えております。でだんだん減ってきて、
で、それの減少に応じて接種した、つまり3月15日に一番多く接種し、14、13、12とどんどん時間が経つに従って毎日口から入ってくる量は減ってきているという、こういう前提に成り立ったものでございます。それから3つ目の慢性経口接種は、毎日少しずつ経口接種して実際測定した日のデータになったと、こういう計算値でございます。で、その次に今お話をいたしました3つのシナリオが図に書いてございます。で、1番目の経口接種、一番左でございますが、上側に母乳の濃度、それから、下側に乳児の積算摂取量が書いてございます。で、これも真ん中に、これは先ほどお話をいたしました半年期に依存した経口摂取が書いてありまして、一番右側に慢性経口摂取したものが書いてございます。で、この一番下に実際乳児の甲状腺糖化線量を書いてございますが、急性摂取ですと、350から1200ミリシーベルトですが、おそらく2番目のがもしかしたら現実的に近いのかなと思われる、半減期依存性の経口摂取だと2から8ミリシーベルト、それから慢性の経口摂取ですと 0.25 から1ミリシーベルトと、こういう計算になってございます。で、それでは他にデータがないのかということを見たものが、この日本産婦人科学会というふうに書かれているでございます。で、これは市民団体が公表されたデータを含めて母乳中の濃度の変化を推定しております。これはどういう推定の仕方をしているかというと、実際の測定値と、それから水道水の中に入っている放射性の要素がどれぐらい減ってくるかということから、先ほど紹介させていただきました、半減期依存性にちょっと似た形で推定していますが、これを4月25日までの乳児の積算摂取量を計算してみますと、だいたい400ベクレルというふうに評価ができます。で、その下に先ほど私どもが計算いたしましたものをもう少し詳しく書いてございますが、これは、40日後にまでに半減期依存と仮定した場合、乳児の積算の放射能量は約900ベクレルでありますし、急性摂取というふうに考えると140キロベクレルと、これだけ大きな差が出てくる。ただ産婦人学会の評価がだいたい400ベクレルですから、おそらく急性ではないんではないかというふうな考えができると思います。で、最後に課題でございますが、当のお示ししましたデータのように、やはりそのシナリオ、それから行動を食べているものによっても多少違うと。ただモデルの適用できるものとしては、おそらくここに書いてあるような目踊りが適用できるものの、多少モデルの違いであるとか、それから授乳の開始時期の違いとかいうのも考えなければいけないということでございます。それから個人差に関するのも多少考えなければいけないのかということが書いてございますが、やはり評価する線量のレベルに応じて、やはり適当な考え方をしていくべきだろうというのが結論でございます。以上でございます。どうも。ありがとうございました。あと補足的に参考資料の2について補足で説明させていただきたいと思います。参考資料の2はタイトルにございますように茨城県の甲状腺被ばく以外の線量評価関係の資料を一覧にしたものでございますけれども、その中で今までに出してなくて、配布の了解をいただいた資料を何点か添えさせていただきますので、ちょっと飛びますけれども、参考資料の2の7をご覧になっていただきたいと思います。2の7でございます。ページがちょっと打ってなくて恐縮でございますけれども、参考資料の2の7、委員の皆様方には出版社からお配り送付されているのではないかと思いますけれども、岩波書店からですね、初期の甲状腺小児甲状腺被ばく調査の、再評価のためにという論文が参考資料の2の7でございます。事務局なりにちょっと簡単に説明いたしますと、この会議でも集中的に議論いただいた1080人の甲状腺のスクリーニング調査について、3つの条件で測定評価し直すと
したというものでございます。一つはバックグラウンドの値を個別のバックグラウンドではなくて空間のバックグラウンドを使って行ったと。でまたこの論文の中ではそちらの方が適切ではないかというような考察をしております。でもう一つは接種シナリオでございますけれども、当初 の、 原子力安全委員会の事故当初は状況が分からなかったということもあって、連続接種シナリオ、慢性接種シナリオでやっておりましたけれども、平成24年度の環境省の事業の評価の中では、15日接種シナリオと1回接種シナリオと連続接種シナリオの間ぐらいにが適切ではないかというような評価をしております。で、この岩波のこの論文の中では、北西方向については15日1回接種シナリオにして、南方向のいわきについては、15日と21日だったと思いますけど、その2回の接種のシナリオということで、というシナリオベースに推計しております。また3番目のパラメーターですけれども、スクリーニングのレベルが 0.2 マイクロシーベルトパワーという設定ですけれども、これが時間とともに検査する時間とともにそのスクリーニングレベルが下がってくるのではないかということで、そこの補正をして計算し直したということでございます。その結果が資料を簡単に説明すると410ページっていうところに図録がございますけれども、これが川俣町の年齢別の線量の分布のものでございますし、次のページめくっていただいた411ページについてはいわき市ので同様に計算した時の線量の分布ということで提示しております。これがちょっと簡単でございますけど、参考資料の 2-7 の概要というふうに理解しております。また、1枚めくっていただいて参考資料の 2-8 でございますけれども、同じ岩波の科学からの論文でございまして、体表面、これについては体表面スクリーニングの結果との対比ということで提示し解析をしているものというふうになってございます。これは詳細についてはちょっと省略させていただきたいと思います。でそれ以外の資料として参考資料の 2-9 からは簡単にストロンチウムとプルトニウムについて環境中のモニタリングデータを提示させていただいております。食べ物や、海水また、福島沖の魚の濃度等を提示させていただいておりますけれども、セシウムに比べて低い値ということが見て取れるかというふうに思います。で続きまして、あと土壌についてもですね、土壌についても示させていただいております。で参考資料の 2-13 でございますけれども、かなり進みますけれども 2-13 をご覧になっていただきたいと思います。これは環境省の平成25年度の委託事業でやったものが 2つ提示させていただいておりますけど、その1点がこの 2-13 でございます。これは日本人の要素の取り込み率、アップテーク率、遠藤委員からも紹介いただきましたけど、日本人は取り組み率が低いということでございますけれども、昨年度の事業で環境省の事業で15名の成人について要素取り込み率を、甲状腺への取り組み率を調べたところでございます。簡単にはこの1ページにサマリーがございますけれども、投与後24時間までの甲状腺への蓄積量が平均 16.1%、 標準偏差プラスマイナス 5.4% というような結果をでございます。そういった報告をいただいております。また、またちょっとめくっていただきまして 2-14 という報告資料がございます。これが、環境省の昨年度の事業のもう一本の事業でございますけれども、自己初期の経口摂取、食品の経口摂取による被爆の状況についての調査ということでございますけれども、自己当時の避難
された方がどういった食べ物を食べていたとかですね、そういった調査を行っているところでございます。で、例えばですね、19ページご覧になっていただければと思うんですけども、19ページの中で牛乳の調査をしておりまして、でそこではですね、牛乳の集荷メーカーが、当初事故当時は地震のためにストップしていて、それで18日から集荷を、そうか、19日から原乳生乳の受け入れを開始していたけれども、その直後に川俣町の原乳の出荷自粛が要請がなされて、当時は牛乳については出荷がされなかったとかですね、そういったデータが調査をした ところでございます。以上参考資料1、資料1の2、1の3と参考資料1の2の説明でございました。あと続きまして関連の資料ということで、参考資料の3についてご説明させていただきます。失礼しました。参考資料じゃなくてメイン資料の1の3についてご覧になっていただきたいと思います。資料の1の3、これは前々回に提示させていただきました今までの議論の表にした形のまとめでございますけれども、初めの3枚は溶け込ませたものでございまして、2枚めくったところから赤字で見え消しになってございますけれども、前々回から加筆した部分を、見え消しの形で赤字にしたものがこの資料でございます。基本的に前回ご指摘いただいたものを修正しているのと、あと若干いくつか事務局で調べた資料データ等を追加しているものでございます。内容については資料の1の1と重複するところもございますので、各自でご確認いただければというふうに思います。続きまして、参考資料の4ですね、 3と4をご覧になっていただきたいと思います。参考資料の3が、アンスケアの、影響評価報告書でございますけれども、これは前回法医研の酒井先生からご説明をいただきましたけれども、役所の方でその報告書の概要をまとめたものでございます。重複になりますので、詳細については省略いたしますけれども、1ページ簡単に今回の議論に関係する住民の被爆ということでいきますと、2ページ目にの表1のところにございますような甲状腺の吸収線量の推計値というのを地域別、また、成人と乳児でそれぞれ算出して推計しているところでございます。またそれらを踏まえて、3ページの中ほどの4、健康への影響というところで、それぞれのがん、甲状腺がん等のリスクの評価をしているところでございます。日本人の生涯にわたる自然発生によるがんの罹患リスクと比べて小さすぎて検出できないと考えられる等の、評価をしているところでございます。参考資料の4でございますけれども、これは WHO の行ったリスク評価の専門家会合報告書でございます。これも事故当初の限られたデータをもとにしてございますけれども、1枚めくっていただきまして、2ページ、1枚目の裏でございますけれども、一般住民の被爆線量推計について、やはり地域や年齢、また臓器に分けて、線量を推計してございます。またそれをもとに3ページ目が、それぞれのがん、具体的には固形がん、乳がん、白血病、甲状腺がん、それぞれの生涯寄与リスクという形で、計算しているところでございます。これが参考資料の4でございます。以上線量評価関係の資料について説明させていただきました。
どうもありがとうございました。非常にご苦労されていろいろとお集めいただいたんですが、もう時間が5分しかなくなって残りがなくなってしまって、討論をどうするのか今ちょっと迷っておりますが、結局は資料の 1-1 をどうまとめるかということでありまして、おそらく今日これ全部できるとこまでいかないんじゃないかと思うんで、どうしましょうかね。これを1号ずつ、まあだけどせっかくこれだけご説明いただきましたので、資料の 1-1 を1ページずつ、まあ一つのラインずつというよりは1ページずつご意見を伺って、これでいいかどうかということで少しずつまとめの方向に行きたいと思いますが、最初に1ページのところで基本的な考え、それから事故による事故後の甲状腺の被爆線量の福島県内のお話につきまして何かございませんでしょうか。まあ、ここでの考え方はベストドースデータ、ネクストとそれからヘルプフルというふうに分けて、まあ、ベストについてできるだけ議論すると。しかしその、ヘルプフルなものも含めて、今後も常に集めていくと、資料を集めていくということが、まあ、基本的な姿勢であるということであります。あ、どうぞ。確かにこの点は基本的な考え方でありまして、最初にそのデータのタイプをこの委員会にご提示いただくときの位置づけとしては、こういうベストあるいはネクストとかヘルプフルだったということは、それは確かにそうなんですけれども、まとめとしてこういうふうに表記されてしまいますと、やはりそのそれぞれのデータの解釈がですねベストなんだという誤解を与えかねないと思います。で、それらにつきましては、これ以降に書いてありますように、それぞれのデータのその強みとそれから限界とを科学的にこちらで評価したものですので、決してその結果としてこれがベストであるという結論を導いたとは理解しておりません。ですのでここのまとめの表記としましては、淡々とですね、実測データ、環境モニタリングのデータ、シミュレーションに基づくデータというふうに書いていただくだけの方がより科学的な文章になるのではないかというふうに思います。そのベストだとかヘルプルという言葉自体が何か表現に関係するように見えるから、具体的な言葉として表すということですね。わかりました。英語の部分は削除していただいた方がよろしいと思います。それはよろしいですね。あ、どうぞ。私は今のご意見に反対です。線量再構成のですね、基本的な考え方っていうのはやはりベストなデータは実測データに基づくっていうのは基本だと思います。で、今先生おっしゃったように、それぞれのそのいいところ悪いところっていうのはありますけれども、それは実測データにかなうものはありません。不確実さの大きさから言っても、今回ここの文章の中には最初にこういう位置づけを書いていても、福島の場合実測データが非常に足りなかった。ですからかなりシミュレーションで補足している部分がありますけれども、でそれを使っている部分がかなりある、そういう意味で不確実さが大きいことはもう明らかだと思うんですね。ですから実測データとシミュレーションも比べて、それはもうもちろん実測データにだってその変動検出誤差、まあそういうものはありますけれども、基本的なスタンスとしてこういう表現っていうのは線量再構成ではもう基本だと私は思います。どうもありがとうございました。これも元々はこれはアメリカの友達作戦の中から取ったんですね。この言葉自身はですね、まあ、それは疫学的にもうまさに線量の方では、まあ、常識として存在するものですけども、まあ、春日委員の方は、まあ、
っとそれに対して抵抗を感じるということでしたので、いかがでしょうか。このところその全体としてですね、その WHO の報告、それからアンスケアも出てきましたけど、少しずつそのいわゆる保守的なものからもっと具体的な、なるべく幅の狭い確実なものを求めようというような方向にはあるし、まあ、さらにもう3年経った今、同じような不確実なものだけを集めるというのではなくて、その中からより確実なものを専門家としてピックアップしていこうという時期であろうと思うんで、まあ、そういう意味で、さらに何か他に ご意見ございましたらどうぞ。どうぞ、先生。私も本間先生がおっしゃるように実測データの方がもちろんやっぱりベストだと思います。例えば、今ご紹介ありましたけども、今日初めてデータ見たんですけども、資料の参考資料 2-13 ですね、2-13 でこれ環境省の委託事業で行われたので、25ページにごめんなさい20ごめんなさい、やはり甲状腺の線量を測定するときにはちょっとごめんなさいね、東大の先生のいい表があったんですけどね。あ、分かりました。27ページの図5ですね。27ページの図5ですね。それ見ましたら、甲状腺の要素摂取率のデータが最高で 25% 程度ですか。低い人ですと、4% くらいですね。結局あと食事中の要素量によって甲状腺の摂取率が数倍変わってくるわけですね。それを全部一律に例えば 30% と計算してるから、人によってその8分の1のデータ最大で、25% ぐらいですからね。ですからこれシミュレーションでやった場合はこれは全部一律にするものですから、もちろん最高値としてはいいんですけども、中央値といいますか平均の日本人と福島県の、住民の方の接種率はそれよりやっぱり低くなるものですから、やはり実測値でやるのがやはりベストじゃないかと思います。私自身もそういう主張でのおりますけども、特に日本の場合ですね、の1回昆布のおつゆを飲むともうそれでその日は完全にそのモデルの計算と合わなくなるということが起こりうるので、やはり実測値のウェイトは少し違うんじゃないかというふうなことは。中村先生どうぞ。いや、私も本間委員の意見に賛成で、やっぱり実測その放射線測定の測定をやっている立場からするとですね、実測値にかなうものはないと思いますね。で、計算というのはあくまでもシミュレーションでいろんな過程が入ってまいりますので、それで実測値をやっぱり一番重点を置くというのはこれはもう基本的だと思いますし、それから岩波の科学になんか空間線量のオバクトスシロっていうのがありましたけど、やはり空間線量でやるというのは私はちょっと良くなくて、やっぱりその甲状腺の被曝を測ってるわけですから、その甲状腺以外の体のと比べてですね、そこがどれだけ増えてるかという測定をするというのが私測定の基本であるというふうに思います。どうもありがとうございました。今のお話ではどうも春日先生ベストもうちょっと補足させていただけるでしょうか。もちろんその、データの、種類としての教科書的な解釈は本間先生おっしゃる通りなんですけれども、今回、福島県から、に関連して得られている実際のそのデータにつきましては、実測データはやはり、数もまた地域も限られているという限界があります。で、それなりに不確実性があります。
で、それに対してそのデータの種類という定性的な比較で言えば、不確実性が大きいシミュレーションのデータについてはより広い、はいはい、また時間的にもいろいろな時間時系列をカバーすることができます。ですので簡単にですね、今回対象としたデータの中で、どちらがベターかワーストかっていう、ワースかっていうことを簡単には判断できないというふうに思います。ですけれどもこう書かれてしまいますと、その今回扱ったデータ の, その順位付けとして の, ベストあるいはネクストっていう誤解が、生じてしまうと思うので、今回のまとめについては書かない方がいいというのが私の主張です。ですのでもう一回申し上げますが、教科書的に実測データがベストだというふうに位置づけられているというそのことについては本間先生のご意見に反対するものではありません。さてこれはどうまとめるかは難しい、はい、すいません、一つ一つ事務局で確認する時間が限られているので恐縮なんですが、おそらく2つまとめますと、データとしての信頼性という、個々のデータの信頼性と、じゃあご議論まとめですいません、失礼いたしました。今3人の本当に工場、まあ、その放射線のね専門家の先生がの常識的なお話で実測値にまつわるものはないというお話はございまして、やはりこの会議としてもそれはその専門家の意見として受け取るべきではないかと思いますので、のただ言葉をベストかどうかっていうのはまた事務局で考えてもらうとして、やはりウエイトとしてはの実際に測ると、モデルというのは実測値があって初めてモデルが証明されることになるわけですから、そこの考え方はもうその放射線の影響と摂取ということから言って、もう常識として存在する、科学的に存在することであるということはこの会議で受け止めた方がいいと思いますので、まあ、そこは言葉はどうするか後でとしても、その考え方だけはまあ基本的なところは受け取るとでいきたいと思います。他に何かのご意見ございましたらどうぞ。今1ページ目まで行きましょうね、よろしいでしょうかね。茨城県のデータが全部シミュレーションで、茨城県に実測値のデータがもしあれば随分参考になってありがたいんですけども、茨城県で実測値がないというふうに考えていいんですか。これは事務局どうぞ。すいません、実測値というのが2種類まずありまして、その甲状腺の線量の実測値とあと環境のモニタリングの実測値とあって、その後者の、まあ、提示させていただいたのは後者の環境のモニタリングのデータという意味での実測値という意味では、こちらの資料1でいくと、ヘルプフルデータではなくてネクストベストデータになります。それでベストドーズデータに相当するその甲状腺の線量の実測値、これは非常に限られておりまして、JAEA の職員で3名の方について測定したっていう実測値がありまして、まあ、東海村のデータということでございます。はい、それについては参考資料に添えさせていただきましたけれども、すいません、ちょっと後で探して提示したいと思いますが、低い線量でございました。失礼しました、参考資料じゃなくてメイン資料の 1-3 でございます。はい、3名ということで、すいません、これも実測値といえども参考的にでございますけど、 1-3 の、右上に福島県外の現状事実っていうところを見ていただければと思うんですが、その一番下のポツでございまして、東海村在住の JAEA 職員3名の予託実行線量 0.05 ミリシーベルトということでございます。はい、それからその甲状腺のことに関しまして、今問題として挙がりましたが、一つは、まあ、岩波からかなり細かくの質問がございまして、これもやはり専門家として専門家会議として正式にお答えした方がいいと思うんですが、
まあ、先ほど挙げた問題点3つについて、その汚染の問題、あるいはその計算式の問題、それともう一つは日にちですか、 0.2 が日にちと、その3つについて何かご意見ございましたら。これ今事務局の説明としては、まあ、そういう質問はあったけれども、もうここでその実際に新山先生に来ていただいていろいろと議論しましたよね。ですからあとはもう考え方として、15日1日接種にするか毎日接種にするかの違い、それはもう当然あり得るだろうということと、ただその中で連日接種の方をここで取ったというか、両方考えてもこの範囲だということの理解にするということでいいですね、むしろね。そのご議論ちょっといただけますか。もう少し、うん、これ赤石先生の資料でしたらの、うん、はい、保育園の赤石でございます。確かにご指摘のように1回だけしか吸入しないというのは現実的に環境中に出たものをその日しか食べない、吸入しないというのは別の特にその日に行ってしまった特例以外にしか成り立つ原理ではないので、現実的にはおそらくその土地にいた場合、複数そのいる間に必ず複数回接種していると考えるのが現実的でありますし、先ほど私も母乳からの線量評価でいくつかの例を紹介させていただきましたけど、3月15日だけに140キロベクレルの放射性ヨウ素を食べるというのは現実的には不可能でありますので、やはりそこはきちんと行動もある程度考えた上で評価するというのは私は現実的だろうと思います。わかりました。まあ、1回ということにすれば線量がすごく上がるということはあって、線量は、まあ、過大か過小かということは別として多くなりますけれども、それはそのしかしそれより多くはないということの意味での参考値にはなるけれども、現実には1回だけということはありえないのではないかという解釈で議論会をいくということでよろしくございますね。あと、どうぞ鈴木先生。まあ、1ページの一番下のバックグラウンドの変動に隠れてしまうためっていうところなんですが、これのデータはっきりと見せてもらってなかったと思います。保育園の甲状腺シンポジウムの1回目の時はそのバックグラウンドの変動幅を出して、それの線量評価っていうのを確か出してたと思うんですが、今回の委員会の中ではその議論をデータとして出してなかったようなんで、この0から10というものに関してまた来週にでもこの次でも補足的な計算を出してもらうと納得がいくかと思います。よろしくお願いします。確か早野先生のデータとして出たやつがバックグラウンドだけのばらつき出してなかったっけ、ここに出した新山さんじゃなくて早野さんがなんか後から出したやつがありましたよね。バックグラウンドだけだって、それのばらつきがどうだっていうのは。そうです。早野先生とあと新山先生も出されてたと思いますけど、先生の鈴木院の指摘も踏まえて次回にちょっと用意したいと思います。いや、これはもうこれしかないということと、本当にやはり実測データはこれしかないっていうのは我々もう本当に一生懸命議論して大事なデータだと思いますので、ここで可能な限りまとめたいと思いますので。他にございませんか。佐々木先生どうぞ。佐々木です。今の実測の議論とちょっと混同されると困るんですけれども、私がこれから申し上げるのはあくまでも言葉の使い方、文章の表現の問題でありますが、今資料1の1の2つ目の丸の 1行目、実効線量の実測という実測のデータと
という表現がありますけれども、実効線量というのは放射線防護の中核的な線量でありますけれども、実測はできない線量であります。推定はできるけど実測はできない。下の方にマイクロシーベルトパーアワーというのが出てきますけど、これは実用量と言われているもので、実効線量の安全側の近似値と言われているものを測っているわけでありますし、それもあくまでも西洋人の標準人がそこにいた時の線量でありますので、そういうことを十分に理解した上で表現する必要があるので、私が申し上げたいのは実効線量の実測のデータという表現は適切ではないのではないかということを申し上げた。専門家会議ですから、やっぱ厳しくお話しした方がいいと思うと、本当にシーベルトだベクレルということを常に気にするとあれですね、の飛ばしてしまうこともありえるので、それではその次のページに行ってよろしい。今の点は後で気をつけていただくことにして、常滑先生のデータも含めて結局ここでですね、この4行目から書いてある同調査で対象となった方々に関する限りスクリーニングレベル超えるものはいなかったということですけれども、このまとめでいいかどうかということ、対象となった方々に関する限りスクリーニングを超えるものはいなかった、これはこの前の30%あってもアトランダムではないとか、その測ってない人に何かっていう議論もかなりありましたが、何か先生この議論でよろしいでしょうか。まあその表現の問題というのはあるとは思いますけれども、このまあ1080人のデータというのをできるだけまあ大切にするために、先ほどのその接種シナリオのやはりその不確かさ、まあ、それによってどれぐらい評価値が動きうるのかということも考えるべきですし、それからまあこの1080人の結果がまあその捉え方次第ですけれども、思ったほど高くなかったという評価であるのならば、なぜ高くならなかったのかという裏付けといいますか、それが必要になるんじゃないかと思うんですね。ですから例えば先ほど環境省の授業の中でありましたけれども、その牛乳の流通が実質上ストップしていたと、だからそういう接種経路はまあおそらく効いていなかったであろうと思われると。ですからそういったまあインハレーションインジェスションいろいろありますけれども、それをまたこう細かく見ていったときに、それぞれの接種経路がまあこれはあまり寄与していなかった、これはこの程度寄与していたというふうにこう丁寧に見ていくことで、その裏付けが取れて、でそうするとより一般化してですね、ここでカバーされなかった人についてどうだったのか、量的には難しいですけれども、定性的な考察ができるんじゃないかと思います。そうすると、その先生低いっていうことの、その牛乳の、まあ、その口から経口摂取がどこまで抑えられたかと、で、まあ、一応調査として避難している場所にはもうほとんど外から食料が持ってこられたので、そこでその現地のものは入らなかっただろうとか、それから牛乳も止めてから実際に市場に出るまでの間時間がかかってたけども、その間の牛乳が市場に出たことはないとか、まあ、そういうの切れの方向がありますけども、そういうものをまとめてどうして低いんだろうかと、例えば経口摂取はなかったからとか、まあ、そういうようなことを一緒にね、わかりました。それからこのページだと何か問題のところはありますかしら。甲状腺がかなりの話題になりますが、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。さっき接種が1日とかっておっしゃったのは、この飯舘川又いわきの方のことを言われてた、ちょっと私要領しっかり掴んでなかったんですが、少なくとも
飯舘川俣の北西方向の方が接種したと、まあ、空気中の濃度でですね、インハレーションで接種した可能性っていうのは、やはりその空気中濃度 の、 まあ詳細のデータってありませんけれども、それこそシミュレーションのですね、傾向からいって、それから空間線量 の、 その変動からいって、プルームが通過したのはもう明らかに1日以内というかですね、まあ、そういうタームでですね、それ以後の減衰から考えて、その空気中に舞い上がるそのまあリサスペンションという効果というのはありますけれども、それはまあ桁が違いますから、インハレーションのみという形で取ると1回接種という過程というのは悪い過程ではないと、というふうに私は思います。でちょっと私が理解できないのは、この丸の 1,2,3,4 番目の丸のところな、2ページのですね、これ、委員会の中でこういうご説明があったのか、ちょっと、ここの表現で、この簡易測定調査を実施した地域で調査数と当該地域に居住する小児の数を踏まえるとっていう、そのこの線がこの表現だとですね、かなり十分な量であるみたいに読めるんですけれども、そういうご説明でしたでしょうか。その当該地域のその小児の数全体から見てですね、この線、およそ線のサンプルというものがその、ある種十分なその精度でものを言えるような数であったかっていうのに、私はちょっと納得いかないんですけれども、うん、なんかいきますか。確か飯舘と川俣で小児の何パーセントくらいを実際スクリーニングしたかというようなパーセントが出てて、これは過半数を超してる数で 4割だっけ、3割から4割かで、 いわきの方が小さいんで、ここが多分その、まあ、代表性についてまだ議論があるということだと思います。先生、もし書き直すとしたら どうすればいいかと、また人局から相談していいですか。じゃあその下の方で、これもまだあれですか、甲状腺のところだっけな、2ページは、鈴木委員のご指摘ありがとうございます。ちょっと地域に分けたりした記述にしたいと思います。どうぞ。今の4つ目のポイント、それからその次のところもそうですけれども、90パーセンタイルが示されていて、それから、議論の中では平均値と標準偏差もあったと思いますので、そこから考えてツーシグマ、スリーシグマの、想定はできるんですけれども、それではちょっとよく聞こえないんですが、想定はあってもいなかったという表現が、これがちょっと科学的かどうか疑問に思います。ですので、超えるものがいるとは考えにくいですとかですね、いなかったと推察されたですとか、もう少し表現として科学的に考え表現引きした方がいいのではないかというふうに思います。いわきのところ、その上、4番目のこと、仮定を置かない、あくまでもこの分布の、ある分布上のある数値のところの、表現ですので、どうですか、事務局としては事故後の行動に特別の過程を置かない限りというところで、その今の先生のご質問に答えているという解釈ですか、ではないかというふうに想像しますけれども。
すいません、事務局でまとめさせていただいた考え方を言います。まさに座長ご指摘の通りでございまして、どれぐらいこの50ミリシーベルトを超えた方について、この専門家会議として、ご表現をいただくかというところ、ご議論たまればというふうに存じます。で、これはさっきから安全性を取れば高いところがいくらでも出てくるんですけれども、それが本当にいいことなのかっていう、我々今この専門家会議で考えるのは、そこら辺が本当に基本的な考え方としてどうしても避けて通れないところだろうと思いますので、その評価になるとまた話がかなり違うことになってしまうと思います。それは話がまた焦点が違うんではないでしょうか。あくまでもこの分布の表現としていなかったというふうに言い切るのが科学的ではないのではないでしょうかというのが私の今の発言でして、その高い方とか低い方とか、特に何かこの重きを置いた表現として発言しているわけではありません。何か言葉で言えますか。ご指摘のところの表現がですね、あくまでも事務局の案として提示させていただいているので、次回また整理して提示したいと思いますけど、事務局としてはそれなりに微妙な表現を言い換えたり、その部分部分で書いたりしているところがございますので、次回また提示させていただいてご意見いただければと思います。あとはその下はアンスケアの話ですね。するともう時間がだいぶなくなって、次の3ページに行きまして、甲状腺のところはかなり議論があるかと思いますけども、あとは何ですか、その今度3ページの上のところでですね、その1歳児の子どもに比べて、先生すいません、ちょっといいでしょうか。質問、資料の 1-2 なんですけれども、1-2-3 ですか、先ほど明石先生から、説明いただいた母乳中の測定データから線量推定をしたやつですけれども、ちょっと私が誤解しているといけないので、これで、授乳婦の甲状腺の透過線量というのが出ていて、結構大きな値になっているんですね。100ミリシーベルトを超える値になっている。で、例えばアンスケアの、成人に対する甲状腺の線量評価値はこれよりももっと小さくなっているんですけれども、その辺のその合わない理由についてどのようにお考えかというのをちょっとお聞きしたいんですが。ご意見中でございます。これは先ほども実は本間先生からもご指摘されました。これは食べ物の場合、食べたというインハレーションではない想定ですので、これは1回では1日ではないんではないかというふうに私は思っているというところに一つ答えがあると思います。で、先ほど産婦人科学会 のデータのところで、水道水ですから、これは推定を水道水の汚染から補正しているという点を考えると、やはりこれは1日だけで食べ物では説明しにくいというところが、その線量のこの過大な線量になっているのではないかと私は理解をしております。それで全て吸収違いは吸収できる。そうです。おそらく例えば先ほど の半減期依存と比べてみても、これだけも大きく差が出てきますし、積算した量自体がかなり、これはもう先ほど示した通りで、そこで考えるべきだろうと私は考えております。もともと今日だけでまとまるとは思ってなかったんですが、予想以上にといいますか、いろいろと皆さんもご意見いただきましたので、時間のことも考えまして、これは結論はもうこの次に伸ばすということで、ある程度甲状腺のことはいきましたけども、ちょっと途中ではありますけども、ここでの 1-1 の議論は多少、次回に伸ばすということで、今までの議論はまた次回にまとめていただく。これは本当に大きなことですので、十分に専門家の方のご意見を伺いたいと思っているので、よろしくお願いいたします。それでは次にもう入りますか。
で、この最初が海先生からですか。それであのすみません、ずいぶんお待たせして、小田先生のおいでいただきまして先生にお願いしますが、実はあの小田先生お聞きになったかと思いますが、この前の時の演者で、の先生のスライドをお使いになって、まあ、いろいろと主張なさったんで、それについて議論がございました。でちょっと僕も議事録見て確かめようと思ったんですが、小田先生のスライドを使って、あれはゼロ以外の、ゼロ以外は、あ、書いてあります。どこにあるの今。あの小田さんですが、うん、先ほどちょっとあの議事録を拝見させていただいておりますので、はいはい、あ、まあ、そこについてあの皆さんご意見いただきましたけど、まあ、本当 の、 その小田先生からそのスライドでそういう結論が出るのかどうかということも含めてお話しいただくことと、それからあもう一つはその遺伝について、あの法衛研で、相当に大きな研究をしておりますし、その遺伝に関してポジティブだという結果が法衛研では出てないと、人間ではないというようなことについてお話しよろしくお願いいたします。放射線影響研究所の小笹でございます。あの私の資料を見ていただきまして、まあ、あの今永田先生からあのおっしゃられましたように2点ご説明させていただきます。でまずあの第1点でございます。あの資料の1ページ目になります。原爆被爆者の死亡率に関する研究という、まあ、論文の説明です。であの改革項にありまして、放射線リスクの線量反応関係に関する要旨ということになりまして、ここであの、まあ、先ほどあのご質問にありましたあの低線量域におけるリスクがどうなっているのかという、まあ、解釈ですね、まあ、それに対する、まあ、若干の誤解が時々生じておりますので、まあ、それについて説明させていただきます。であのまあ、ここの用紙はあのこれ法衛研のホームページにも載せておりますものですが、まあ、1950年に追跡を開始した寿命調査 LS 集団を2003年まで追跡してということで、まあ、あの概要を書いておりますが、その2行目ですね、後半になりますが、総固形がん死亡の過剰相対リスクは被爆放射線量に対して直線の線量反の関係を示し、その最も適合するモデル直線の域値はゼロであるが、リスクが有意となる線量域は 0.20 グレイ以上であったと、まあ、ここの解釈が非常にあの、まあ、時々その誤解をされる方がおられるということでございます。であのこれはまあ最終的な解釈でございまして、で、まあ、この説明としまして、あの下に2つのグラフを掲載しております。であのいずれも原論文にあの掲載されております図でございまして、左側が原論文のフィギュア4、右側が原論文のフィギュア5でございます。で左側には、まあ、あの点とその上下の棒、これはあの、まあ、点はその線量域におけるあのリスクの推定値で、この左側の縦軸はですね、あの ERR、過剰相対リスクでございまして、まあ、過剰相対リスクの場合にはゼロとなるところがリスクがないという点であります。で、まあ、0.4 のところであれば 40% リスクが増える、まあ、1.0 のところであれば 100% リスクが増えるという、まあ、そういう関係になっております。で横軸がですね、これはあの重みづけ結晶線量ということで、まあ、もう放射線量でございます。であの 1.0 というところが 1.0 グレー、 2.0 グレー、 3.0 グレーということで軸が取ってあります。でそれにその、まあ、あの点はそれぞれの線量カテゴリーにおけるあのリスクとその 95% 線量信頼感ですが、
全線領域においては L ですね、直線モデル、それから LQ 直線二次モデル、それから2グレ未満の線領域において LQ、モデルを適用しておりますが、今日はその L 直線モデルについてのみご説明いたします。で、まあ、全線領域においてこの直線のモデルを適用いたします。でそうしますと、まあ、そのモデルは当然のことながら有意になってまいりまして、そのモデルの左端はですね、0と0つまり原点に到達するということになります。でこれはこのモデルといいますのは、全線領域において、このモデルが一旦有意になりますと、それは全線領域においてそのモデルは適用されてしまいますので、そのL という直線の上下に、まあ、点線ですね、ちょっと見にくいですが、点線が書かれておりまして、これがL の直線の 95% 信頼区域になるわけですが、これはずっと左へ追っていきますと0のところに収束してしまいます。で一方で点とその上下の 95% 信頼区間はその定線領域では非常にこの不確実性がまだ残るわけですね、高いわけです。で多くはそのゼロを超えて、あるいは点の点推定値そのものがゼロより下にあるものもあります。そういう形でこの点線領域のリスク推定値には大きな不確実性があるわけですけれども、このモデル自体はそういうものを反映しません。ゼロのところで収束するというモデルなわけです。でそこが非常に誤解を招く点なんですね。ですからこのモデルということであれば、まあ、そのモデル の直線の域値は、まあ、ゼロになりまして、その域値の 95% 信頼区間の上限は 0.15 グレーまであるわけですが、まあ、その数字はここには記載されておりませんけれど、論文中には記載されておりますが、まあ、そういう、まあ、その域値に関する不確実性、 95% 信頼区間の不確実性はそのぐらいあります。で今このモデルが有意になるということは、1グレー、2グレー、3グレーという高線領域でのこの量反応関係が極めて、確実であるということに基づくものでありまして、この定線領域での不確実性を含んでいるわけではないということに、まあ、ご留意をいただきたいというところでございます。 ではその定線領域の不確実性をどのように評価しているのかということが右のグラフです。でこれは全線領域を2つの領域に分けます。で、まあ、例えばそれがこのここに書いてありますのが 0.01、0.11 という、まあ、対数メモリに、右の線量がなっておりますが、これちょっとコロントーズだけになってますが、左とも同じ重み付け結晶線量です。でこれが例えば 0.1 というところの値になりますと、0から 0.1 グレーまでの線の傾き、つまり1グレーあたりの ERR ですね、過剰相対リスク、それから 0.1 からあと最大線量までの ERR の1グレーあたりの ERR 直線の傾き、それを2つが別々の値を取るという仮定を置いて、まあ、その2つの傾きがどのようになっていくかということを検討します。でここの図に書かれていますのは、その下側の領域の1グレーあたりの ERR を示しております。でこれが 0.2 グレー、つまり下側の線領域が 0.2 グレーになるまでは有意な値を取りません。で2グレー以上になってまいりますと有意になります。従いましてそれをもって、0.2 グレー以上の線領域でリスクが有意になるものと、まあ、考えるわけです。でまあ、そこ その統計学的な手法およびその結果の表現がですね、まあこれちょっと難しい表現になりますが、リスクが有意となる最低の線領域が0から 0.2 グレー、
であるという、まあ、表現をしますので、まあ、この表現をそのままあのこう0から 0.2 ぐらいで有意なんだというようにあの、まあ、解釈誤解される方も、まあ、おられますが、これあのこの今申しました文章の意味は今あの説明しました方法をの方法を踏まえたといいますか方法論に基づいたものですので、その意味しているところは 0.2 グレー以上でリスクが優位になるということでございます。であと、まあ、あのこの、図号を見ていただきますと、0.1 グレーから下の方で、まあ、結構あの1グレーあたりの ERR が高い、まあ、点水低値を取ります。でもちろんここは優位ではありませんし、あのそれから、まあ、この辺りになってきますと、ベースラインですね、ゼロ線量の人のリスクを、ゼロ線量の人でのそのがんの発生率をどのようにこの想定するか、あるいは他の危険因子ですね、喫煙とか生活習慣とかいろいろございます。あるいはあの、まあ、地理的な要因、まあ、被爆者の方市内からあの農村の方に分布されておられますが、まあ、そういうことによるあのゼロ線量の方のがん死亡率の違い、そのようなものの影響をかなり大きく受けてきますので、まあ、ここ の, あの推定リスク推定値がどうなっているのかというのは、まあ、極めて不確実性の中に埋もれてしまうわけで、まあ、ここをあのどのように明らかにしていくっていうのが今のまあ課題であるということで、まあ、ここはあの不確実であるということ以上のことはまあ申し上げられないということでございます。したがいまして、まあ、あのモデルということを捉えますと、まあ、あの先ほど申しましたようにゼロのところで収束してしまうようなモデルを使っておりますので若干誤解を招くわけですが、この低線領域での不確実性というものはまあ今申しましたようなことでござあるわけです。今それがまず第一点でございます。とりあえずここでご質問とございましたら、どうぞのご質問いただきましたように、もうあのもう十分議論してる方もいっぱいいらっしゃいますけども、でものここで聞いてる方に対してもあれですね、の分かりやすく説明するという意味でのご質問を待ってもいいかと思いますので、どうぞ。要するにあの先生ね、敷地がないと、放映権では敷地がないと言ってると、敷地がないから安全という線量はないんで、全てゼロ以外はの危険だという主張に対してどうお話しすればいいですかね。安全か安全でないかというのはこの結果を踏まえた上で の, あの、まあ、評価になりますので、まあ、私どもとしましてはこの現実のリスクがこういうふうに推定されているということを、まあ、あのご報告する立場でございますので、まあ、そこから先はあのその判断ということには踏み込まないということにしております。他にございませんか。どうぞ。あの多分その情報提供という観点から、あの結局このドースレスポンスを問題にするときには、その横軸のやはりドースの精度ということが問題になると思うんですけれども、特にそのこの原爆のデータで、まあ、低線領域のその線量評価の精度がどうであるのかっていうところを少し先生からご説明いただけるといいかと思いますか。それはあの非常に難しいところはあります。あのこの原爆被爆者の方の線量の評価は、その方がどこで被爆されたかということを質問票、まあ、面接調査によって聞いております。でそこのまあ被爆地点というものが最も重要な、つまりまあ爆心地からの距離ですね、それが最も重要なあの要素になります。でその次に、まあ、どのような遮蔽状況であったか、まあ、家の中におられたのか外におられたのか、まあ、家であればどんな家なのかということですが、この遠距離被爆者、まあ、こういう低線量の遠距離被爆者の方の場合には、まあ、そこがあのかなり 大,、まあ、あの大まかな被爆状況、家の中とか屋外とかそういう状況ですので、まあ、それに対してまあ、平均的な、まあ、日本家屋の中であればまあ半分とかいうような平均的な透過係数をかけて線量を推定しているという状況になります。で、まあ、そういうこの調査をした当時はもうこの辺の
その低線量のリスクをもうそこまで問題にするということはあまりある意味想定してなかったので、まあ、私が今ここでそういうことを言うのは先生でもあり本当で正しくないのかもしれませんが、非常にそこの部分のその線量の問題っていうのはそういう線量の確かにそういう線量の問題も曖昧さの中でここはこう評価しているということは今申しましたようなところです。でこれが1グレー2グレーというようなところですと非常に詳細な遮蔽記録を取ってその一人一人についてどのような家の中で場所どのような家だったのかどのようなその家の中の場所だったのかということを聞いて線量を推定されていますので、それは非常に正確なんですが、遠距離被爆者の方についてはそこまでの制度はないというところは事実であります。他にございませんでしょうか。今のに関連してお聞きしたいんですけど、私はこの分野素人なんですけど、そうすると線量のその不確実さについては今この図を拝見するとその、エラーバーというかバーになっている部分はエクセスレラティブリスクになってるわけですけれども、この横軸の方向にもそういう不確実さが線量の部分でですね低線量には特にというおっしゃり方をしたわけですけれども、そういう不確実さを含めたこの、単位グレーあたりのそのいわゆる傾きのその優位さ0から2グレー以上では優位となるというようなその判断っていうのは線量の不確実さに対して持つその不確実さを考慮してのメッセージっていうのは出てるんでしょうか。線量の不確実性に関しては一応 40% 程度の不確実性があるということは考慮に入っております、はい、ただそれはいわゆる物理線量の推定における不確実性でありまして、例えばその人の被爆地点が本当にそこなのかとかそういうことではないんです。ですからただ大体2キロぐらいになりますとこれ広島でも長崎でも空間線量そのものが20ミリぐらいとかそういうレベルになってきますので、もうそれ以上は絶対多くならないわけですね。そういう意味ではもうあと少々誤差がどうあれ非常に低線量の中での話だということ自体は間違いありませんので、そういう意味でそれが1グレーとかいうような形で誤差があるというのはそういう問題ではありません。どうもありがとうございました。この前の時はもう議論もかなりの具体的にありましたので、今回はご本人から直接伺うということでここで次に移らせていただきたいと思いますが、私は先生続けての移転の方をお願いいたします。それではその紙の裏側から、引き続きまして、原爆被爆者の子どもの方の影響ということで、大きくその遺伝学的調査、これは戦後割と比較的早期から始められております。それからがんおよびその他の疾患に関する疫学的な追跡調査、それと最後にこれはその疫学的追跡調査の中のその人たちのうち放映権に来ていただける人を実際に健康診断をさせていただいた退院死疾患、ここで退院死疾患と書いておりますが、これは主に成人病のことですが、生活習慣病等のことですが、それに関する臨床医学的調査の結果ということでご紹介させていただきます。でスライドの2ですね、その下のフレームはこれは遺伝学的調査です。ここではこの表一つだけしか示しませんが、戦後の比較的早い時期から出生児障害、それから性肥、これは今の感覚ではちょっと妙なところあるんですが、放射線により性染色体に異常が出ればそれは出生時の性肥に異常をきたすであろうという仮定のもとに行われておりました。
それから染色体異常、それから血液タンパク質の突然変異、まあ、最後に DNA の親子の比較ということがございますが、まあ、これそれぞれのここに書かれております機関に調査をされまして、まあ、いずれも親の放射線被曝との関連は見られていないという結果が出ております。まあ、これはここで簡単にこれだけ申し上げますので、もし詳しいことがということであれば、それは下に示しております放映権の要欄でご確認いただければと存じます。で次に、右側といいますか次のページになりますが、上がこの、被爆者の子どもさんのがんの罹患リスクです。で ここに書かれておりますように、1946年から84年生まれの人を58年、この58年というのは広島長崎のがん地域がん登録が確立した年でございますが、それから97年までの追跡ですので、やはりがんを追跡するにはまだまだそのお若いんですが、その中でのこのリスクです。で左側が双固形がん、右側が白血病などで、上のフレームがお父さんの染料、下側のフレームがお母さんの染料で、それぞれ1歳から19歳までの小児がんと20歳以上の一応成人のがんという形で分けております。でここでは相対リスクという形で表示しておりますので、1というラインがリスクがないということで、そこから左に行けばリスクが小さくなる、右に行けばリスクが大きくなるという、そういうグラフです。で一応0から4ミリグレーを1として、それに対して例えば5から49ミリグレーのこのレンジではどうなるかということを示しておりますが、双固形がんで父親母親の染料、白血病などでも父親の母親の染料、いずれもリスクの上昇も減少もないというそういう状況です。で、カテゴリーだけでなく染料を連続変量としたときの100ミリグレーでの相対リスクというものを中にこの数字で示しておりますけれども、これも もうほとんど位置をまたいで有意ではないという状況です。で下がですね、これは親の被爆線量と子どもの被がん疾患の死亡リスクです。でがんに関しましては罹患をがん登録で調べられるわけですが、死亡に関しましては、死亡診断書に書かれた死因を見ていくということになります。従いまして、この場合は1946年から99年までの追跡ということになっておりますが、で被がん疾患全部入れておりますけれども、これも左側が父親の染料、右側が母親の染料と発病年齢が20歳前後で分けておりますが、そのいずれにおきましてもリスクの上昇も減少も見られていないというそういう結果です。で一番最後が、これは先ほどの疫学的に追跡させていただいている方々のうち、放映権に来て、検診を受けていただいた、約1万2千人の方、これ少し時間がかかっておりますが、2002年から2006年にかけて、1サイクルだけ調査をしました。ですからその時にどういう病気を持っておられたかということを見ております。したがってここでは有病リスクということになります。有病と言いますのは、ある時点においてその病気を持っておられたかなかったかということ、先ほどの罹患と申しますのは、ある時点では持っておられなかったけれども、それから後発生したものをこの評価する場合には罹患ということになります。したがって、現在この時点で病気を持っておられなかった方について、その後どれだけ発生してくるかという、その罹患調査を行っておりますが、それは現在進行中ですので、ここでは初回調査での有病リスクというものを表示させていただいております。で疾患としましては、そこに挙げますように高血圧から脳卒中、さらにそのいずれかがあるかどうかということを見ておりまして、ここではお父さんの染料、お母さんの染料が、1グレーあたりという形で表現をしておりますが、いずれもここでのオッズ比は相対リスクと同義であると考えていただいていいんですが、1がリスクがないという状況ですので、1を挟んだ
値が出ておりまして、まあ、95% 信頼区間につきましても全部両方にまたがっておりますので、リスクはまあ上昇も減少もしていないという、そういう状況であるということです。以上でございます。どうもありがとうございました。まあ、あの関係した方は皆さんもご存知の通りでありますけれども、人間でまだその遺伝的な影響が認められてないということが意外に世の中で知られてなくて、例えば動物での実験であるとか昆虫の実験を聞いてすぐにも被爆すると遺伝的な影響、あるいは子供ができないと、福島でもだいぶテレビの前で中学生が私は子供ができないんだからっていうようなことをまあおっしゃって、非常に悲しそうな顔をして言われているのを見て、もう本当にどこまでこういう状況が続くんだろうと、まあ、これは非常にのことでありますけれども、まあこれはのもうご存知の通りで、ここで改めてのまたの動物のお話も伺う時があるかもしれませんので、人間はこうだということを人間の方に理解していただくということですが、何かせっかくの機会でありますので、ご質問ございましたらどうぞ。あ、どうぞ。あの今の遺伝的調査ですが、この関連性が見られずというのは 95% ということでよろしいですか。全てがそういう形で評価、あの直接的にそういうような統計的な評価があるかどうかはあの分からないというんですけど、そういうことも踏まえて最終的な判断としてここでは見られないという、そういう最終的な評価をここに書いております。従いましてそのそれぞれについてどういう統計学的なあのこう、解析をしてこういう判断に至ったかというのは、まあ、あのこの要欄なりあるいは個別の論文なりで確認していただければと思います。申し訳ございません。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ小田先生どうも本当にありがとうございました。じゃあのお待たせして申し訳ありません。世界先生、次 の ICRP に特にその低線量に関していろいろとの理解するところがなるですので、よろしくお願いいたします。はい、それでは大分県立看護科学大学の会でございます。それではあの、まあ、ICRP の考え方ということでご紹介をさせていただきます。あのご存知のように ICRP はあの1928年に、国際保健医学会の下で作られた一委員会でございましたけれども、まあ、現在は、まあ、いろんな意味で NGO として、まあ、各国の防護基準に影響を与えるまで あの組織になっているということで、まあ、そういった意味で、まあ、いろんな 国やいろんな機関からも注目され、また逆に、まあ、いろんな誤解やそういったものも多いかなというふうには理解しております。まあ、そういった意味で、まあ、一番誤解を受けやすいところ、分かりにくいところを今日ちょっとお話をしたいと思います。まあ、特に事故後の対応に関する ICRP の考え方ということでお話をしたいと思います。で今回、まあ、福島の事故を経験いたしまして、まあ、おそらくここにスライドの2枚目でございますけれども、まあ、こういったことがあの社会的には話題になりました。特に2011年の3月の下旬に各主要新聞が福島事故後 ICRP は基準を緩和したと報道いたしました。まあ、これはあの2017年3月に ICRP から日本に向けてメッセージが出されましたので、そのメッセージを受けてこういう報道があったわけですけれども、まあ、しかしこれはあの事故があった後にこういったメッセージを出したわけではなくて、もうすでにその前以前からこういう考え方を国際的に議論をして勧告をしてきたものを改めて繰り返したに過ぎなかったんですけども、まあ、なかなかそこがこういう特に事故という非常に特殊な状況ですので、社会からはなかなか受け止めることができなかった現実がございました。まあ、そういった中で、まあ、現在、まあ、よく現在現存被爆という言葉を、まあ、国も含めていろんな方が使うわけですけども、じゃあなぜ現存被爆と、まあ、今まで国が決めてきたようないわゆる計画被爆と呼んでいるわけですけど、そういったものとの管理の仕方が違うのか基準が違うのかということがよく問題になります。まあ、つまり健康といえば、まあ、一つの安全というのは一つの数値があって、その数値をもとに判断できるのではないかというふうにどうしても考えがちなわけです。まあ、これは一般的に明らかにある数値をもって白黒、つまりその影響があるかないかということが判断できる場合には、多くの場合そういったものが使われます。実際放射線でも確定的影響と呼ばれるものにつきましては、比較的指揮位置が明確である場合には
そういった意味でその地域地を境にして影響がないあるというメッセージを出すわけですけれども、まあ、先ほど小澤先生がご紹介ありましたように、まあ、発がんや遺伝的影響というのはまあ、いわゆる1個の細胞に与える影響ということから、まあ、特に遺伝については、まあ、歴史を遡りますと、まあ、症状媒の突然変異の実験から、まあ遺伝的な突然変異が生じる可能性ということが議論になり、さらには人のデータはそれまでありませんでしたけど、原爆を経験して1950年代60年代頃から白血病を中心としたその健康影響というものが問題になるようになって、まあ、ここはどういうふうに考えていく、まだまだデータは少なかったわけですけど、人のデータとして重要なデータでしたので、どういうふうに考えるべきなのか、防護する意味ではどう考えるべきなのかということが、まあ、国際的に問題となったわけです。まあ、そこで CRP としては、まあ、次の3ページでございますけれども、ちょっと英語で恐縮なんですが、まあ、原文を見ていただいた方が、変に日本語訳することで意訳になってない方がいいかなと思いまして書きましたけど、これはもうパブリケーション9、つまり1960年代ですか、もう50年代から60年代にかけてこういった考え方を出してたわけです。つまり、まあ、サイエンスはまだ十分人のデータについてはございませんでしたので、50年代60年代につきましては、その頃少しずつ出てきた人のデータとしましては、原爆データ、さらには医療被曝などで、医療における放射線回などの影響などのデータなどをもとにして、ここにありますように、まあ、まあ、慎重に考えることによって、まあ、いくらかの線量であってもその影響は累積の線量に比例すると考えることが最も控えめな仮定であろうという考え方を取ったんです。まあ、赤字で書いてますように、まあ、この仮定というのは、まあ、実質的に、セーフドーズがないということを意味してしまう、まあ、これ論理的にはそうなるということであります。まあ、これが、まあ、いわゆるリスクという考え方の出発点でありまして、まあ、コンセプトオブリスクというタイトルがついておりますように、このパブリケーションがついているわけですけど、ここから、まあ、放射線のリスク論というのが出発しております。まあ、そういった意味でなかなかこのリスクという考え方が理解されないできたところもありますけども、逆にこういったものが理解されて、化学物質の管理などにも影響を与えたところもございます。しかし、まあ、なかなか社会的なリスクというのは、なかなか分かりにくい概念であることは確かでございます。まあ、いずれにせよこういったいわゆる行き地をなし、行き地がないという前提に立って防護しようというところからスタートしたわけです。そうしますと、行き地がないという前提に立てば、じゃあどこが安全なの、どこまで被曝してもいいのという考え方が出てきますけど、それはなかなか難しい結論になります。したがってそこで、まあ、リスクというものをどう捉えていくのかということで少しずつお話をしていきたいわけですけれども、まあ、その大前提になっているのが、まあ、もう一度繰り返しますけれども、いわゆる LNT という、まあ、敷地のない直線仮説、先ほど、まあ原爆データで見ましたけれども、まあ、ああいった原爆データは1980年以降ぐらいにだんだん定量的なデータが出てきましたので、まあ、そういったことも含めて、さらに今現在CRPでは2007年勧告でこのように書いておりますけれども、 LNT モデルはまあ生物学的真実として受け入れられているのではなくて、まあ、停戦上の被曝にどの程度のリスクが伴うのかを実際に知らない、まあ、正確に理解することがまあ本当の困難なわけですけれども、その理由は先ほど小澤さんに示していただいたように、まあ、いろんな要因が絡んできますので少ない線量になってきますと、そういう意味では放射線だけが原因かどうかということが分からなくなってしまうと、まあ、しかしそうは言ってもこのリスクがあるという前提に ICRP は立ちましたので、そうすると不必要な被曝を避けるために、まあ、一つの公衆衛生上の、まあ、慎重な判断としてこういうものを使おうということで、まあ、来たわけです。しかしなかなかこういった考え方は社会的に受け入れることが難しい面もあったりして、いろんな批判があることも事実であります。まあ、そこにそこで、まあ、こういうリスク論に立ったときに、結局 それぞれの目標値、まあ、参考レベルなど、または線量限度といったものがありますけれども、そういったものはすべて一つの、まあ、目標値であると、上限値であるということで、まあ、ICRPは言ってきたわけです。でそれを一つの目標値として、まあ、最適化しなさいというのが、まあ、ずっと変わらないメッセージであるわけです。そうするとその最適化ということがまた一つの問題になるわけですけれども、その線量を下げなさいといっても、じゃあどこまで下げるのですかということになりますけれども、まあ、そこが、まあ、いろんな要因を考慮しながら必要なものとして、必要な状況に応じて、提言を図りなさいというメッセージではあるわけです。じゃあそこで、次のスライドに、まあ、移りたいわけですけれども、で先ほど、まあ、自己時または現存被曝というものを、まあ、考え方を変えているということな、なぜそうしているかということなんですが、もともと ICRP は1977年勧告までは、
まあ、宣言が制御された牙、これはどういうことかというと、例えば医療や、まあ、放射線利用、加速器、原発含めて、放射線を社会的に、まあ利用しようと、まあ、何らかの便益があるということで利用しようといった場合、計画をするわけですね。施設を作ったり、そういった計画をする際に、まあ、規制管理をするための基準、そういったものを、まあ、目指して出してきたわけです。そうしますと当然それ以外のもの、例えば、まあ、今人工のものですか、自然のものであるとか、または事故であるとか、そういったものは、まあ、対象ではなかったわけですね。もうあくまでも人が人為的に計画して放射線を利用する上で、まあ、LNT に基づいてしっかり管理をしましょうと、厳しい管理をしましょうと、そういう考え方でやってきたわけです。しかし1980年以降、やはり、まあ、チェルノブイリ以前からも事故に対する関心はあったわけですけども、HRB もチェルノブイリ、事故以前からも事故に対する勧告をやっているんですけども、だんだん事故もやはり勧告をしなきゃいけない。ただ事故の場合にはこの通常と違いますので、放射線源が全く社会の環境中にばらまかれている状態ですから、出発点が違っている。そこからなるべく避難やいろんな食物制限など、そういった別なパスウェイを制限することで防護しようと。ただ何もしないというわけにはいかないだろうと、まあ、そういったことで、まあ、事故などについても、また自然放射線ももともと確かに人間が意図的なものではありませんが、例えばラドンや宇宙船など、まあ、人の活動の上では線量が決して低くない状況もあると、そういった時にも自然放射線も防護の対象にしようというふうにして広がってまいりました。つまり事故や自然放射線も防護の対象として考えていこうと、まあ、そういうのはますます、まあ、防護としては非常に難しい状況になってきましたけども、そこで、まあ、その次のスライドでございますけど、これ2007年韓国で、ね、こう勧告された、まあ、内容を まとめたものでございますけれども、まあ、そこに被爆のカテゴリーというのはもうすでにもう77年勧告以前、もう70年代からこういう考え方でやってきてるわけですが、職業人に対する勧告、それから医療被爆に関する勧告、それからまあそれ以外というのは講習というかになりますけど、こういったもので、先ほどから申し上げてます LNT について、一定の基準を設けませんから、不必要な被爆は避けるということで、まあ、正当化されるものに関して正当化をする。でさらにその合理的に提言をする。でさらにその中でも、一定のレベルを設けていこうと、状況に応じて設けていこうと、まあ、こういった基準を考え方を出したわけです。でその被爆状況というものですけれども、まあ、事故というのは非常に特殊な状況ですから、事故が起きれば通常状態では対応はできません。そうすると事故に応じた状況の下対応しなきゃいけないということは、まあ、なんとなく皆さん感覚的には分かるわけですけど、じゃあその後どう対応していくのか、つまり事故後に汚染した状況、例えば今福島のような状況ですけれども、汚染した状況の時にどう対応していくのか、まあ、それを、まあ、自然放射線はもともと私たちの生活空間にございますので、まあ、それとある意味ですでに放射線物質が存在するという、まあ、そこに人為的なものなのか自然なものかという違いがありますので、全く同じに扱うことはできませんが、それをまあ現存被爆という考え方を当てはめたわけです。そういった意味でリスクを考えるときに、そのリスクを対峙する場合に、やはりリスクをコントロールできる程度、さらにはリスクを社会がどこまで受け入れられるのか、それはそのリスクを避けようとすればまた別のリスクが大きくなってくる可能性、いわゆる人の健康を含めてですね、そういったバランスの中でリスクに対応していかざるを得ないと、そういう勧告を出しているわけです。まあ、そのことが、まあ、被爆状況によって基準が異なってくるということになるわけです。次のスライドをご覧ください。まあ、その具体的に、まあ、今回皆さんもご存知のように、まあ、HRP としてはこの被爆状況に応じてということで、緊急事態が生じれば、事故のような障害が生じれば、まあ、100を超えないように、短期間で100ミリを超えないように、何らかの防護対策をしなさいと。まあ、これは100ミリというのは、これ以上超えなければ、まあ、確定的影響は、まあ、そんな影響を起きることはないだろうと。しかし、まあ、確率的影響のような、まあ、リスクが存在しますので、そのリスクとしては、まあ、100ミリ以下というところでは制限をしていかざるを得ないと。まあ、しかしまずは100ミリを超えないような対応をしようと。ですからその一つで、一番現在講習については、従来計画する、つまり新しい何か RI 施設や医療機関などを作るときには、この一番厳しい放射線源を管理できてますから、1ミリと
というところで一つの目標としてこれを超えないようにさらに最適化しなさいという勧告をしてきたわけです。じゃあこの100と1の間で、まあ、20という数値をこの2007年今後出したわけですけど、20というのは従来これは職業人の占領限度として1990年勧告出されたわけですけれども、その数値を確かに取り上げたんですね。で口臭被曝としては職業人の場合にはこの20ミリというのを50年間という想定で管理をしなさいということでやってきたわけですけれども、口臭の場合にはこれ事故ですから非常に時間的に変化をする、つまりこれを何か何十年間被曝させるという当然そういったものを書いているわけではないわけです。非常に過渡期なものとしていわゆる中間的な目標値として書かれてきたわけです。で従来その事故以前、福島事故以前でも日本でも避難の基準が50ミリであるとかこういったのが国際的ないろんな基準などに参考にして決められていたわけですけれども、まあ、2007年勧告、まあ、日本はまだ2007年勧告を対応しておりませんでしたので、ね、法律が、まあ、そういう中で ICRP が新しく出された基準に基づいて今の政府がこういう数値を取り入れたということになるわけです。例えば先ほど自然のものについてもお話をしましたけれども、まあ、ラドンという自然のものについても同じように現存被曝ですので、この1ミリから20ミリの間、特にまあ10ミリを一つの目標にしなさいといった形で ICRP は勧告をしてきたわけです。まあ、食品についてはこれ事故の以前に原子力安全委員会が決めておりましたけど、事故時のモニタリングの物差しとして、まあ、5ミリを超えないようにまず食品制限のためのモニタリングを行いなさいということでこういう基準を作ってきたわけです。まあ、こういったふうに見ますとたくさんの基準があるということで、それぞれの基準が何を意味しているのかというふうに、確かに1個の数字で健康のあるなしということを議論することは非常にできないということがある。だからあくまでもこの基準は目標としましては健康リスクを下げていくための手段としてこういう数値が上がってきたわけです。そこで防護の最適化ということで、最適化というのは一つのそれぞれの基準をもとに、上限値をもとにさらに下げる努力をしていきなさいということをICRPとしては考えてきたわけです。ただその時にやはり確率的影響のリスクを低減するときに、社会的要因などを考慮して実施しなさいということも散々繰り返しお聞きしてきました。これは非常にやはりその時にこういった判断をするためには、その放射線のリスクはどのくらいなのか、でそのリスクを避けるためにどういうことを犠牲にするのか、そことのバランスは十分考えなきゃいけないと、これは非常に難しいことではありますけれども、そういったことが、リスクを、本当の意味でのリスクを低減するには大事だという、全体人の健康の全体のリスクを考えるためには大事であるということを強調してきました。こういったことを考えるためにはどうしても、あるレベルが必要である、参考のためのレベルが必要であると。でさらにはこういった、リスクを低減するための合理的といったときに、やはり何が合理的かってなかなか難しいですので、意思決定の過程は透明化をし、情報を公開していくということはどうしても必要であるということを置いてきましたし、またやそういう計画の策定のときに、いろんな利害関係者などのステークホルダーも関与して判断を支援していくと、判断の上で関わっていくということが望ましいということを勧告をしてまいったわけです。で次にその参考レベルでございますけれども、特に事故ですね、今回のような事故の場合、緊急時の場合には20から100の中をまず優先しなさいと。でそれが緊急時が収まってくると、20から1ミリの低い方の方で参考レベルとしなさい。低い方というのは20というのは一つの緊急事態の上ですので、次の目標としては20の下の1ミリから20ミリの間の真ん中より下の方を目指して次のステップですね、そういうふうに次のステップ、つまり時間とともに目標を変えていくような、そういった一定の1個の数値だけを達成すれば終わりですよという考え方は取っていないわけです。そういうことから最終的には過去の経験から1つの1ミリシーベルトが1つの目標になるんではないかという考え方を示してきたわけです。じゃあなぜ長期的に1ミリが1つの目標になるのかということがいつも問題とされるわけですけども、その根拠を、パブリケーション103主勧告ですけども、2007年勧告に出しました ICRP の文書を取り上げておりますけども、つまり事故後ですね、事故後どうしても多くの住民はほとんどの現存被爆状況では被爆した個人と当局者が被爆を通常と考えられるレベルに近いか、あるいは同等のレベルまで引き下げることを望んでいると、これは自然、社会的には自然な望みであろうと、つまり事故という特殊な状況ですから、その元の状況に近い状態のことを望んでいるだろうと、こういったことをベースに、ICRP は111パブリケーション111で事故の後の現存状況に応じて、1ミリを長期的には目標にしていくことが望ましいというふうに判断をいたしました。で次のスライドをご覧ください。
でいうことで、まあ、1ミリというのは今なかなか多くの問題を呼んでいるわけですけども、まあ、国はまあ中間的な参考レベルなどを採用せずに、まあ、長期目標として1ミリだけを示しておりますので、やはり1ミリということが、まあ、どの時点で達成すべき目標なのかということはなかなか国民には分かりにくいということもあります。したがって、まあ、1ミリの問題というのは先ほど申し上げましたように、健康のリスクの何か根拠から来ているというよりも、この現存状況においては社会もともと事故というものがあってはならないものなので、社会的にはそういう倫理的なものから低いレベルを目標に改善していくべきだという形でアイシャルビアは考えたということであります。しかし、まあ、今日本の中で事故前では1ミリというのはいわゆる計画被曝に関するものとして日本は法律を持っておりませんでした。つまり現存被曝のような状況は持っておりませんでしたので、多くの国民はもうリスクを受容しているかどうかということではなくって、事故前に唯一定められた基準がこの1ミリでしたので、まあ、そういったところからこの1ミリを望んでいるということは強い意識があるのように思います。しかしいずれにしても、まあ、大事なところはこういう基準というのは、どうしても基準が一つ先行してしまいますと、基準をクリアしているとそれで一つの根拠を持ってしまうところがあります。という意味で、まあ、HRP の基準というのはあくまでも線量を低減するための物差しであるというふうに勧告をしてきておりますので、まあ、そういったことを踏まえて、まあ、基準というのはどういうものであるのか、どういう意味を持つものなのかということをご理解いただければというふうには思います。で最後に、まあ、今回モニタリングサーベランスに関するものとしてちょっと111に記載していることをちょっと取り上げてまいりましたけれども、まあ、現在福島の先ほど線量評価の問題ありましたけれども、やはりこの事故後の線量評価のためには、まあ、個人のモニタリングをすることが非常に重要であるということを、チェルノブイリの経験を踏まえてアイシャルビアでは勧告をしております。これは個人の生活様式が重要な線量に与える要因であるということを、まあ、経験的に分かっておりますので、こういうことを勧告をしておりますが、なかなかこういったことも理解されにくいとございます。つまりこういう個人の情報を評価することで過小評価にしてしまうのではないかといったこととか、または国や自治体が行っていることの評価が信用ができないので、こういうのは協力できないという声も私も聞きます。そういうのは非常になかなか個人モニタリングが必要だということが、なかなかこういう勧告の趣旨がなかなか伝わらない面があることも事実です。そこにも耳を傾けなきゃいけないところがあります。で、こういうサーベイランスにつきましても、 HRB としては、まあ、こういう事故ですから、やはり予防的に監視すると、健康影響を予防的に監視するという公衆衛生上の責任という点から一定のサーベイランスをしていくべきだというふうに勧告しているわけですけれども、ただ強調している点は、やはりその健康影響が起きるか起きないかという議論だけではなくて、まあ、社会が何を望んでいるのか、例えば、まあ、非常に不安になっているという状況、つまりそういう住民の安心に対する対応という意味でも一つの考え方として取り入れているべきではないかというものを勧告をしております。まあ、こういったことも今の福島の甲状腺サーベイランスも含めて、なかなか社会とのギャップは大きいところでございますけれども、今後こういった全体の改善をしていくためには、こういったものを理解しながら進めていくべきではないかというふうには思っております。以上でございます。まあ、当面の問題を非常に分かりやすくポイントに絞ってお話しいただきまして、本当に解説ありがとうございます。とご質問がありましたらどうぞご自由に、まあ、ICRP の考え方、いろんなところでいろんな人が ICRP はという言い方をされる場合が多いものですから、まあ、ここでもし少しでも疑問をクリアにしておきたいと思ったら、ぜひ解説にご質問いただきたいと思いますが、きっかけにですね、先生、その1ミリシーベルトって言ってきながらね、いきなり事故が起こったら20ミリシーベルトだとおかしいじゃないかということに対して、どういう回答が一番よろしいでしょうか。はい、今回日本はそういった、まあ、事故後の状況っていうのを全く想定した法律なりルールがなかったというのが今回非常に残念なことではありました。2007年韓国は、まあ、チェルノブイリなどの経験を踏まえて作られたものでしたので、まあ、日本としては比較的こう ICRP を取り入れようという、こう姿勢があったわけですけど、まあ、そういった準備はしておりましたけども、2011年の段階では全く対応してなかったということがありますので、まあ、そういう意味ではルールはなかったということはありますので、まあ、事故後にいろんな対応を作っていったというのは現状ですので、その場でやはりきちんと説明するしかなかったということではありますね。
特にまあ20ミリの説明というのは非常に難しかったとは思うんですけども、やはり20ミリという、まあ、この線量の表現も非常に誤解を与えてしまいます。20ミリシパーイヤーと書きますと、ああ毎年毎年爆をしてもいいのかと、そういう印象を与えてしまいます。ですから一つの物差し、中間的な目標値ではあったわけですけども、そういう期間を限定するとかで、これによってこれをまで被爆をしてもいいということを言ってるわけではない、これを超える状況の人をまずなくしていくという、そういうドライバーである、まあ、線量を下げるためのドライバーであるということのメッセージは必要だったのかなというふうに思います。何かございませんでしょうか。前ですも、まあ、これは皆さんのためにということですけれども、 ICRP 非常に専門家の間で議論を続けて、本当にその専門家の中の専門家の議論がずっとあって、それをその考えがきちっと発表されていくのは非常に素晴らしい存在なんですけれども、逆に言うと一般の人は、まあ、専門家でもそこ初めて入っていったらわからないというぐらいのこう分かりにくいところがあるんで、それをその何か簡易版とは言いませんけども、もう少し分かりやすくという方法は何か考えられますか。はい、私も個人的にもそういったことを普段から思っておりまして、従来そのこういう ICRP というのは、まあ、あるいは規制当局であるとか、まあ、または事業者とか、そういう保線を管理する立場の人間に向けて勧告をしてたというのが現実でございます。しかしこういった、まあ、事故が起きたからというわけではありませんけど、もともとこういう安全の問題というのはやっぱり対社会に対してきちんと分かりやすいような情報発信するべきであったと、まあ、そういう意味では非常に、まあ、英語も分かりにくい英語、まあ、専門家さえ分かりにくい英語が使われているところはありますので、やはり分かりやすい英語、分かりやすい表現でもって伝えていく努力をしなきゃいけない。で、最近 ICRP はそういった方向で、ものをまあ、パブリケーションとはちょっと違いますけれども、そういったものを作ろうという動きは今あります。ございます。その言葉自体もね、もう今おっしゃったように線量限度とかね、高速とかっていうと、何かこう城とかがいきなり言われると非常にこう強く受け取る可能性があるんで、だからそこら辺まで含めてこう一般の人相手にというような希望はあるんですが、実際には非常にこの間も伺ったんですが、まあ、経済的にもそこまでの余裕はないと、 ICRP そのものにはですね。難しさは私も思うんですが、なかなかそういうコンストレインとかリミットとか聞くと、まあ、ネイティブの方はすぐすんなり入るようなんですね。残念ながらこういう違う国の人間にこう翻訳した場合、どうしても固くなってしまって難しい言葉になるし、意味がわからない。つまり、まあ、名前って一つの、言葉って一つの名前ですから、もうその名前に名前だけではなく一人歩きしないように、その意味をしっかり伝えていくという努力をもっとしなきゃいけないということがあるのではないかというふうに思います。まあ、これは放射線だけじゃなくいろんな基準が全てそうのように思いますので、やっぱ基準というものはどういう意味で作られているのか、でどういう役割を果たしているのかということをやはり繰り返して、していかなきゃいけないんじゃないかなと思いますけども。何かございませんか。皆さんもご存知ので何も特になければまた結構ですが、どうぞ中瀬先生。ご意見中瀬でございます。今先生言葉のことを言われたんですが、例えば先生も先ほど、英語で日本語で書くよりは英語でこう出した方がというふうに言われて、実は一般の方がこれ読もうとしても日本語よくわからなくて、多分我々もこれ英語を読んでみて初めて、あこうだろうなっていう、日本語もそういう訳をしてしまうのは結局誤解を受けたくないという訳者の意図なんでしょうか。結局非常に分かりにくいです。日本語で見る方がかえって分かりにくいというのは現実なんですか。これ佐々木先生聞いてもいいかもしれませんが、日本の翻訳というのはやはり意訳をしてしまって本来の意味と違う訳を非常にこう避けたいということもあって、なるべく逐語訳、つまり原文に近い訳をしようという方針でやって、日本語 の翻訳をするときにそういう方針でやってきたところもあるのかなというふうに。だからそれは一つ その翻訳として、さらにその翻訳本をまあ解説する、もっと分かりやすい、まあ、例えだとか、もちろんなるべく正確性を失わないように例えをして、多くの方に理解してもらうような説明
そういったことはまだ別途必要なのかもしれません。の言葉一番ですね。ICRP パブリケーションの翻訳は日本アイソトープ協会で、まあ、最初はこうボランタリーな形で浜田達治先生などが始められたわけですけれども、今はICRP の翻訳事業というのは日本アイソトープ協会の重要な事業の一つとしてやっております。で、私もそれに関わっております。現在も関わっておりますけれども、おっしゃるように、非常に分かりにくいというご批判はよくいただきます。日本語の方が英語よりさらに分かりにくいというご批判はいただいております。 できるだけ分かりやすいの翻訳をしようという努力はしているでありますが、一つちょっと難しい点は、まあ、すでに、例えば1990年勧告というのは日本の法律用語として取り入れられてしまっている。それを次の翻訳の時にそういう用語を勝手に変えてしまうのは非常に、影響が大きいというようなこともあって、できるだけ言葉を統一しようとしております。それでもよく考えて、今まで使っていた言葉を違う言葉に日本語と他の言葉に変えるということもやる場合もありますけれども、なかなかそこで必ずしも自由に一番分かりやすい言葉をその都度使えるというわけでもないと、そういう制約の中で、しかしなんとか素直に読めるような文章にしていこうという努力はしております。それから先ほど解説おっしゃいましたけれども、本文がそもそも難しいので、これについてはもう私も何度も何度も言ってですね、どうしても英語圏の方たちが凝った英語を作られる、それはもうよくわかるんですけども、英語圏でない、国でも読むんだからということで、随分、そういう意見を言う人たちは英語圏の外の人たちが何人もおりまして、103というのは1990年勧告に比べれば英語も分かりやすくなっているのではないかと思います。だんだんの ICRP のもそういう点で分かりやすい文章にしようという努力はしていると思います。どうもありがとうございました。あ、木月先生。はい、ICRP のこの勧告を見てて、一般の人と話しててなかなか伝わりにくいっていうのが、こういう勧告値が出てる、あるいは参考レベルが出てる、でそれの意味してるリスクの大きさ、健康影響の大きさというものをうまく住民に伝えることに失敗してるっていうところがあるんだと思うんです。で先日のおいしんぼの話が出ましたけど、スピリッツちょっと見てみますといろんな意見が後で書いてありました。そうすると同じミリシーベルトの値であっても ICRP のリスクはこのぐらいだとすると、それに対してもっと違うリスクの大きさを考えている人たちもいるというような意見も書いてあるんですね。ただ実際にどのくらいのリスクの大きさを扱っているのかっていうのが皆さんにブラインドのままずっと伝わってしまってるっていうところが、すごくコンセンサスを作るときに失敗してるところだと思うんです。で私たちやっぱりもうちょっと作業者の場合だったら年間のレベルが例えばどのくらいのがん死亡の確率っていうふうな形できっちり定義してて、それが住民の時になった時必ずしも そういう形で明確に述べてきてないっていうところが住民になかなか伝わらないところなんじゃないかと思うんで、ちょっとその辺のところを少し補足していただけますでしょうか。今リスクに関するメッセージを出版しているということなんですが、そもそもその ICRP が社会に対してリスクを伝える立場ではなかったというのがあります、従来ですね。でむしろ ICRP が意識しているのは世界共通にいろんな考え方を作っていこうと、ですからなるべくこうスペシフィックな情報をこう載せてしまってはどうしても共通性がなくなってしまうということがあります。例えば過重ケースなどはどうしてもいろんな批判がございますけども、過重ケースなどは、ある意味で、全年齢全民族に共通するような平均的なものとしてやっている、一つのルールみたいなものですよね。あまり再現的なものっていうよりもですね、そういう一つの実効性の一つの防護の、
手順として作られたものですから、そういったことがやはりウェイトに置かれてますので、むしろそのリスクに関するメッセージはやはり国によってやはりその罹患あのがんの罹患率とは違ってまいりますので、リスクについても変わってまいりますので、そういう意味では日本独自にそういったものを積極的にやって、あのまあ国際的にも公表し、で日本の中でそういったものをこうコンセンサスを得ていくという、そういうプロセスを私はやってもいいんではないかというふうには前から思っているんですが、まあ、あの各国やっておりますよね。あのイギリスにしてもアメリカにしてもいろんなそういう機関がやっているわけですけど、日本はそういう機関がないもんですから、なかなかできてこなかったと。それでもある、もちろんそれは一つの防護のためのメッセージのためのものではありますけども。どうもありがとうございました。の随分いろいろとご質問に答えていただいて、あのもう本当に時間がなくなってきまして、あと残りは資料の2と資料の3がございますけれども、資料の2はまあもうこの次にの説明していただくということで、まあ、本当に表紙を説明するぐらい、ね、1、2分でお願いいたします。はい、あのそれではあの事務局でございます。あの資料の2についてごく簡単にご説明をさせていただきます。あの1あのスライドの1枚目被爆と健康影響についてその2と書いてあるスライドでございます。あのこの、その2あのこの資料でございますが、あのこれはあの WHO の、 あの健康リスク評価専門家会合報告書をベースに、あの私どもの方であの事務局の方で作成させていただいた資料ですので、これはあのそういう資料である位置づけ、ちょっと今その記載が甘いんですけれども、その旨改めて記載をさせていただきたいと思います。で報告書の全体としてはあのイントロからあのまとめまでという形になってございますが、今回あの日本語スライドとしてお作りをしたものが、あの前回の前々回の会議の中であの私の方からあの4つのがんと、あとあの被爆線量に対してどれぐらいリスクを見込んでいるかという形ご案内させていただきましたが、その他の疾患についてどのような扱いをされているかという点、あとはあのそのリスクに対してどのようなあの健康調査なりモニタリング長期フォローをしていくかというところの記載もございますので、そちらの部分ピックアップして、スライドにさせていただきました。あの1枚おめくりをいただきまして、疾患別の健康影響の評価でございます。下側4ページ目でございますが、あの前回がんおよび白血病についてご説明をさせていただきましたが、その他確定的影響、放射線による遺伝性影響、放射線緊急事態後の精神的な影響について、まあ、どのような評価をされているかということでございますが、確定的影響とされておりますものがあの3ページ目下側、スライドの6ページ目の、式位というところで、あのそれぞれの、障害と、臓器の臓器、潜伏期がどれぐらいで式位置がこれぐらいの値であろうという前提で、評価をしておりまして、これぐらいの、線量のものでこれぐらいの影響が出るということで、評価の対象から外しているというものでございます。おめくりいただいて、遺伝的障害でございますとか再帰形成等の障害も同様の扱いでございまして、甲状腺の、疾患についても、これはあの機能低下については確定的影響ということで、結節につきましては、経過観察がまあ重要であるということで、ここについてもあの線量に基づくリスク評価ということを行っていないものでございます。あの精神的影響についてもあの同様の、トレンドでございまして、おめくりいただいて、スライドの、11ページ目でございますが、これはあの精神的影響ってあの被爆線量との定量関係というものは非常に難しいございますので、そちらについての評価がなされていないというものでございます。であの6ページ目下側、スライド12枚目が、住民の健康フォローでございますが、こちらについてはあの大事なポイントといたしましては次のページの、ページ7ページスライドの14番でございますが、あのこれ医学的にあの長期、スクリーニングを行う場合の、要素として、提示をしているものでございまして、最も影響を受けやすい母集団でありますとか、そういう集団で、どういった疾患リスクがあるか特定をされていることで、正確で、実用的な検査手法があることで、病気の早期発見が、生存率にの向上につながること、病気に対する効果的な治療法が用意されていることで、あのそういったあの検査の、当然メリットデメリットがございますので、そういったメリットが、起こり得るあらゆるその弊害に対してメリットの方が大きいということについて、まあ、あの積極的な検診でありますとか、そういうあのスクリーニング検査の、まあ、目安という形であのご提示をしているものでございます。
で、おめくりをいただきまして8ページ目スライドの16番でございますが、その他の視点ということで、じゃあその医学的管理の視点から確率的影響に対するその長期のフォローアップに勧告する証拠が不十分である場合はどうしたらいいかということでございますが、そういった場合は疾患のこれがんを例示にしておりますが、登録を企画して疫学的研究を長期にわたって実施していくことという形でまとめてございます。次のスライド9ページ目の上側スライドの17番でございますが、その時に評価をする時に影響を及ぼす因子としてポツの3つ目でございますが、低線量特に100ミリシーベルト未満の被曝線量の影響を検出するためにはベースラインの発生率や死亡率がもともと高いということがあって、非常に多くの数でないと、認めることが非常に難しいのではないかという形と、一方、過剰、絶対リスク自体はベースラインの発生率や死亡率がより低い集団、例えば小児の甲状腺がんとかにでは発生率や死亡率がより小さいので疫学的に検出される可能性が高いという形で書いてございます。で、そういった検査を実施した場合、特に甲状腺を例示としたからだと思いますが、そういったスクリーニングの実施によって、これはスクリーニングバイアスが当然生ずるということも、中で記載をしてございます。で、こういったことは以前から指摘をしているという WHO の話がございまして、10ページ目以降はこれチェルノブイリでも同じような報告書を出しておりまして、一つ1グレーを目安にして、これは検診をどうするかとか医学的フォローをどうするかという形でまとめておるものでございます。で、ページ変えまして白の 2-3 でございます。がん登録だけ、ご説明させていただきますと、これは先ほどの登録という話の中で今厚生労働省の方で具体的な登録手法を議論されていると承知をしてございますが、1ページ目の右上側、がん登録がなぜ必要かというところの国や都道府県にとってということで、このメリットとして挙げられているものの黄色でない部分なんですが、がん患者数の推移でございますとか地域格差の把握ということがございます。これは当然今後モニタリングをしていく意味で非常に重要な要素かと思いますので、こういったもので評価をご評価いただくことも可能と思いますので、そういった点から今後ご議論いただければというふうに承知をしてございます。事務局から以上でございます。どうも急いで急いでご説明していただいて、ただこの次から被曝線量に基づいた健康影響の推定に入っていきますので、その前提として今の WHO のお話を伺って、またこの次もまたもう一回ゆっくりと、説明していただくようなつもりで、で最後のその資料の3はお配りしてあるのかな。はい、はいはい、でこれももう時間とそれから昨日漫画のお話が終わりましたとか最後のお話が出ましたので、そういう意味でその中にも環境省にというのがございまして、環境省の方からの専門家としてどう考えるかというの質問なんですが、その漫画を読んでらっしゃる方もいらっしゃるだろうし、経過をご存知の方もご存知でない方もいらっしゃると思いますし、こういう会議ですから、その漫画の中で出てくるのは福島の被爆線量で鼻血が出るかという、鼻血と福島の被爆線量の間に因果関係があるのかという、それから疲れやすさでしたっけね、強い疲労感ということで、はい、その2つがの因果関係を科学的にどう考えるかということについて、このまさに環境省の専門家会議でございますので、専門家の先生そこに絞ってお話をいただきたいと思いますが、どうぞ。急性被曝の場合ですと骨髄の幹細胞がかなりやられます。でそれで、幹細胞が少なくなってそれが分化してくる結果として血小板減少がきます。で今までの例えば WHO の連番なんかのデータでいきますと、血小板減少が起きて出血が来るのが3から4グレーです。でそれ以上出ないと来ません。で非常に高線量の場合ですと被曝後10日ぐらいから1週間から10日ぐらいから出血のリスクが高まりますが、
例えば1グレーですと3週4週待っても出血傾向が来るまでは下がりません。ですから、まあ、原発に入って直後に鼻血を出すというのが被ばくであるというのはどんな高い線量であってもまずないということと、それから、まあ、当然そういう線量を受けたらその方は骨髄被ばくのために別な命の問題が出てくるということがあるかと思います。まあ、どうぞ。私県民健康調査委員会の委員にもあって、昨日実はその会議もありまして、その他に甲状腺の評価部会の方にも携わっているんですけども、ちょっと、まあ、データ的なことも検査の評価、そこで今までで血小板、今の話の血小板が低くなったっていう例、データ一つもありません。それから昨日、まあ、委員会終わってからその中の委員の先生とずっとしばらく話しまして、そのおいしんぼの話になりまして、でその先生は富岡市で、富岡で、富山岡でしたっけ、富山、あ、富岡で開業されてて、被災されて委員が開業、被災されて、でちょっと、別のところに避難してるんですけど、そこでたくさんの患者さんを今まで見てらっしゃる、もう3年間ですね。で鼻血を実際に診察した、結果は一例もないというふうにおっしゃってましたので、まあ、それは現実的なもんで、例としてですね、私は、まあ、ちょっと非現実的ではないかというふうに思います。他に何かございませんでしょうか。まあ、ですから、その放射線と鼻血といったときに、例えば放射線と関係がないわけであり、もちろん大量に浴びて急性影響としての骨髄に影響があるようなときには、もちろんその鼻血も関係があるだろうけども、定量的に福島の放射線量でといったときに、そんなことは科学的に因果関係を考えることはできないということ以外に何かありますでしょうか、お話が。あ、どうぞ。多分その大量の被曝云々ということに関して、もう一つおそらく懸念されているのは、非常に放射能の高い微粒子、いわゆるホットパーティクルが、まあ、鼻腔粘膜に付着して、それで鼻血が出ているのではないかという、そういう考え方もあるんじゃないかと思います。で、まあ、実際にそのホットパーティクルで、急性潰瘍が起きて皮膚の組織構造が破壊されるというためにはですね、非常に高い線量が必要です。面積の問題がどうしても関係してきますので、多分少なくとも数十グレー以上の、被曝が必要になってくるの で実際に、まあ、いろんなモニタリングデータから、まあ、そういうホットパーティクルが存在しうるかというふうに考えると、それはやはり難しいとは思います。ただ、まあ、こういうことがですね、事故から3年経って、まだ出てくるということは、放射線の影響に対して、まあ、福島県内あるいは県外で非常に懸念を抱いておられる方がまだまだたくさんおられるというのは現実ですから、まあ、我々はそれを、真摯に受け止める必要があるだろうと思いますし、やはりその、まあ、我々専門家と称する人間が、どういうデータを持って、どういう判断をしているのかというところを、できるだけ伝えていく努力をすべきなんだろうと思います。どうもありがとうございました。他にございませんか。まあ、この私の立場、この専門家会議の立場っていうのは、やはりの被災者の方々の健康を守ると、そこがやっぱり基本だと思いますので、の精神的な悪い影響が与えるのも、やっぱりそれは十分我々の責任だろうと思うし、まあ、その被災者の方があらゆる意味で健康を害さないようにと、そのためにどういうアプローチがいいかっていうところが、まあ、スタンダードのつもりでおりますけれども、結局ここ甲斐先生、その本当にコミュニケーションの問題ですね、の
まあ、今最初伺ってあんまり今話を広げないようにと思って、科学的にはそんなことありませんよと、定性的にはあるかもしれないけども定量的にそんなことはないと、もうそれで終わりに一つの結論ではあるんですけども、それだけでこの会議は終わっていいのかどうかっていうのは保健部長何かございますか。そこはまあ、環境省の立場ということで申し上げますと、科学的にどう評価をするか、科学的にどういう事実かということは一つしてあるんですけれども、やはりそれを問題と思っておられる方、心配しておられる方がいるというのも一方でありますので、そういう方にどういうふうなメッセージを出していくかということも一方では考えなくてはいけないと思うので、まさにリスクコミュニケーションということだろうと思いますので、そういった観点からも取り組みは必要であるというふうに認識をしております。まあ、今後も我々常にその被災者のとのリスクコミュニケーションというのは、やはりこの中で大きなの立場を節目の部分を占めるところであろうと思いますので、まあ、引き続いて気をつけていきますが、今回のことに関しては、まあ、今のお話でよろしくございますか。まあ、それではこれで、あとの事務局の方から最後に。ご議論ありがとうございました。本日はすいません議題の1位でございますが、事務局の説明が長くて大変恐縮でございます。1の1今後の議論に非常に重要なものかと思いますので、本日のご議論を踏まえまして修正をして、事前に早急に先生方にお示しをさせていただきたいと思いますので、会議中途ではございますが、先生方のご議論頂戴できれば、ご意見頂戴でき、事務局にまた頂戴できればという形でお願いを差し上げたいと思います。またその他の外部被曝内部被曝、本日ちょっとご議論いただく時間を、避けなかったところもございますが、現時点のバージョンで気づきの点ございましたら、そちらも合わせて、ご議論いただければ、ご意見を賜ればというふうに存じます。で、次回につきましては6月の後半で、今先生方に仮押さえいくつか費用いただいて調整してございますが、最終的な日程改めて座長とご相談して決定させていただきますので、すいません、もう少々お待ちをいただければと思います。また本日の議事概要及び議事録についても後日公開とさせていただきますので、事務局からお送りいたします。後日、ご確認をお願いいたします。事務局から以上でございます。本日どうも司会の不手際もありまして、またたくさんお話ししたいという気持ちもあって、資料多くてどう時間が足りなかったところをございます。また次回からもう少しよく準備してまいりたいと思いますが、今日はどうも本当にありがとうございました。いろいろ違う人のメールもらって勘違いしてる。早速、なんか移動ない。